おはようございます。ナイツ花輪ですね。遅いもので今年もやっと12月ですよ。長かったですね。難しいですね。12月になると大抵1年早いと感じるんですけど、遅いもので。そうなんですよね。で今年もね、流行語大賞がね発表されましたけどね。そうですね。なんかやっぱりサッカー関連の言葉ばっかりでしたね。なんかね。そうでした。野球じゃなくて今回、いや確かにね、今現在はワールドカップ盛り上がってますけど、でも選考のタイミングには間に合ってないですからね。サッカー入ってないはずだけどな。でも実際ほぼサッカーの言葉だったじゃないですか。そんなことないでしょう。え、だって年間大賞がまず堂安様です。いや村上様だよね。はい、堂安律選手も昨日ゴール決めてね、今大活躍ですけど、いやヤクルトの村上選手でしょ、王さんの55本塁打を抜いて56本記録したんですよ。いや堂安だってサッカーワールドカップでの王さんの記録0本抜きました。そりゃそうだろうな。はい、いや王さんサッカーでは言っても決めてねえよ。そりゃ勝ちましたけど。やってねえから。あとは流行語ですけどね、あれもサッカーじゃないですか、悪い森安っていうのもありました。悪い円安だよな。いや森安監督別に悪くないでしょ。コスタリカ戦の森安監督のことなんですか、ね、そこだけ言うんだよな、あれは。いや流行語するならドイツ戦かスペイン戦のいい森安ってやれよ。 あとはカズダンスも入ってませんでしたっけ。入ってないよな、いつの話で。キツネダンスでしょ入ってたのは。今年じゃないでしょカズダンス。他にはね、どんなサッカーの流行語がありましたっけ。いやだからサッカー関連なかったんだよ。他にあったのは知らんけどとかね。え、そうでしたっけ。そんなんできへんやん普通じゃなかったんです。全然違うだよな。それ大阪半端ないっての後に言ってた言葉だろうな。違います。懐かしい上にマイナーな部分だしね。え、他にありましたよね。スマホショルダーとかありましたけど。え、それ何それ、ミッドフィルダーの間違いじゃないですか。違うよな、ダーしか合ってないだろうな、あとは手前取りとかね。え、吉田麻也じゃなくて。さすがに一文字も合ってないから。ひらがなですよね。ひらがなじゃないです、吉田麻也は。あ、違うんですか、ね、一文字も合ってないでしょ。あ、でも流行語トップ10以外にもね、選考委員特別賞っていうのもありましたけどね。あ、それ何でしたっけあれ。あ、これはね、甲子園優勝した仙台育英の言葉がね、仙台育英の監督が言った言葉ですよね、青春ってすごく密なのでってやつ。ちょっと違うんだな、堂安ってすごく律なので。どういう意味なんだよそれ。じゃなかったでしょ。すごく律なのでどういう意味なんだ、全部無理やりサッカーっぽくすんな。いやでもそれにしてもね、とにかくスペイン戦感動しましたよ ね。 いや本当ね、前半に1点先制されたじゃないですか、でも後半に入って堂安選手が同点ゴールを決めて ね。その直後決勝点となったの田中選手の加点ですよね、加点の田中というかカトゥーンの田中っていうんですか。なんでそうなるんだよな、いや元カトゥーンの田中さんのこと触れなくていいから今。いやここまで来たら優勝を目指して頑張ってほしい。決勝には強豪がたくさんいますからね、男性ブランコ、壁ポスター、ウエストランドですよね。それ M1 の決勝だろう、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。12月3日土曜日朝9時になりました。おはようございます、ナイツの土屋信之です。おはようございます、ナイツ花信之です。皆さんおはようございます、 TBS アナウンサーの出水舞です。 FM905 AM954 の TBS ラジオ、土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送、朝9時から午後12時45分まで3時間45分の生放送です、TBS ラジオクリーンサタデー。この時間の放送は埼玉県戸田送信所からみんな電力より供給される秋田県山本郡八峰町の峰浜風力発電所で作られた電気でお届けしています。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。いろいろありました。ありましたね、ちょっと渡辺徹さんびっくりしましたね。本当です、そうですね、昨日ニュースがあって、8年前なんですよね、僕らが出会ったのが、一番最初に出会ったのがね、BS のねテレビ番組でね、JB ナイツっつってね、JB っていうのがジジイとババアのなるため の、 あの講座みたいな、お孫さん、お孫さんにこう気に入られるためのおじいちゃんおばあちゃん講座みたいなね、なんかそういう番組をやってましたね。これはね8年前ですからね、徹さんが多分53とか54ぐらいの時に、これからおじいちゃんになる予備軍の人に、孫にこういうとこ連れてったらいいですよっていうのをやってた番組があったんですよ、第1回目の多分ゲストが徹さん で、 でそこでなんかものすごくなんか、まあ、もうナイツ好きなんだよとかつって、そう普通1回ゲスト来ただけじゃないですか、そこからもう連絡先交換してね、徹座とかいろいろ開いていただいたりね、なんか舞台見に行ったりとかいろいろこうやってたからね、まあだからその本当になんか孫とかね、
お孫さんとかなんか勝手ながらねなんか見たかっただろうなとか、うん、そういうのはちょっと思ったね。やっぱりまあ61歳っていうのはちょっと ねと思いましたけどね。なんか本当子供の頃からテレビで見てる、うん、すごいこうブランカンの人気者みたいな人の中で、うん、本当になんか一番こう可愛がってくれたというか、なんかね、親しくしてくれた人でしたね、トールさんって。ね、トール座でね、よくご一緒してましたもんね。なんか不思議な感覚だったもんな、やっぱトール座のなんか打ち上げとかも、なんかもう芸人に負けないようになんかこう自分たちで、そう。ね、夫婦漫才やったりとかね。本当にこう、ね、芸人さんでしたね、もうほとんどね、うちらの前では。だよ、だから、なんつうのかな、本当に漫才協会の師匠じゃないけどね、なんだろう、やっぱり寂しいんだけど、なんかこうなんだろう、その LINE でさ、もうレイジさんとかさ、なんかいろんな人からさ、あとなすなかにしの中西さんとかも来るんだけど、もう途中からなんかもうみんな楽しい LINE に変わってたもんね、最後に来たのが中西さんとかもさ、なんか今度なんか今女装の舞台かなんかやってて、なんか女装して今度会おうみたいなのが最後のやり取りになったとか、なんか、トールさん面白いね、やっぱり、みたいな話になってさ。そうね。昨日もね、ちょっと最後お会いしたんだけど、なんかもう、なんかマヨネーズさ、俺、でっけえマヨネーズ買ってったんだよ。なんかさ、その、俺ら東洋館終わって、行ったじゃない。行ったの。で、先に、中川家さんとサンドイッチマンさんがいて、で、そこに、先に、花さんより俺がついてね。で、ちょっとお線香あげようかと思ったら、その横にでっかいマヨネーズがあって、ちょっと笑いそうになっちゃったの。好物ですからね。これ富澤さんが買ってきたらしい。で、その後に花さんが駆けつけてきたら、もっとでっかいマヨネーズ買ってきた。特大のマヨネーズ俺買ってたんだよ。第中のマヨネーズ。そしたら、レイジさんがマネージャーに、なんかこそこそ言ってんだよ。なんだろうと思ったら、マネージャーが小のマヨネーズ。マトリョーシカみたいにマヨネーズ。揃えてましたね、大中小で。小川夏実さんだけがやめなさいって、何やってんのって言うんですよね。まあなかなかこうねえ、言ってもね、ちょっとまだ信じられないというか、本当信じられない、ねえ、まあでも本当にありがとうございましたという。だから徹さんもね、まあなんかまたやりたいなと思いました。本当ですね、ぜひ。そう楽しかったからね、本当、楽しかったの時は。な、本当さ、今日も朝さ、俺のエコダの時に出た居酒屋の人からさ、なんか連絡来てさ、トールさんショックですみたいなさ、まあ、なんだろうと思ったら、そのフェイスブックで友達になったらしくてさ、全然なんか一般の人とかもそうやってさ、なんだろう、友達になってさ、なんかやったりするじゃない。本当すごい人だったんだなと思って、そういう。そうですね。なんかこう、裏表ないというか。ありましたしね。人に愛されたね。本当に、方だったんだ。理想的な夫婦だなとも思いましたし。そうだね。なんか関係性もね。いつもトールさんの楽屋回り、いつもね、出ないのに郁恵さんが、楽屋回りやってくれたり、カメラ回したりとかね、記録をやってました。そうですね、郁恵さんにも、ハリーポッターの舞台出てくださっててね、今もね、本当にやってるから、出る方としての覚悟みたいなものも感じますし、もう頭が下がるなって思いましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ワールドカップはすごかったですね。そうですね、すごかったですね。ちょっとこの朝で早朝ですか、震えましたね。あんなに眠くない朝4時ってあるんだって思いながら、本当起きてみました。ギンギンに起きちゃってね。ギンギンに起きてました。まあ買い物ラボ見ましたけどね、その前は。買い物ラボの後にちょっと。ラボからのね。はい。いいんですよ、その、そう。買い物ラボ。裏じゃなかったから。裏じゃなかったからね。ってなかったからね。ちゃんと買い物ラボを見て、見ましたけどね。買い物ラボもなんか、久々になんかちゃんとリアルタイムで見たら、あ、こういう感じなんだっていうのはなんか久々に感じましたね。あんまり途中から出てないんだみたいな。あんまりちゃんと見たことなかったんだけど、10年また我々やってますからね、買い物ラボってね。なんかそうだね、いなくていいんじゃないかなと。これいやいや、ダメですよ。顔だけどうなってた。顔だけなんかもうずっと同じやつ使ってくれる。ワイプだったって。スタジオだって戻ってきて、いろいろ試したりとかしてるでしょ。やっぱり山川恵里香さんが毎回収録の時に言ってる、お猿さんの近況全部カットされてる。そうだろうな。あれはもう絶対カットだろうなと思いながら、で本人も分かって多分言ってるよね。毎回その後編集点作ってるからね。はい、
とかですね。お猿が今ですね、昨日猿がですね、今この書道家になりましたと、こういう作品作ってますとかって、万が一でも使われると思って言ってたんだろうなと思ったけど、愛ですよ、一回使われてないでしょ、使われるわけないなと思って見てましたけどね。すごかった、でも本当にワールドカップ面白すぎるよ、ね、面白すぎるって、あのこんな展開、このまま行くとコスタリカ日本1位2位通過、あどういうこと、出るから、裏のドイツコスタリカ戦の結果が 見ながら低い位置変わってましたもん ね、どんどんコロコロ変わってきて、すごいよ、ね、引き分けじゃこのままじゃいかないんじゃないかと、ねね、スペインも落ちるっていう、クロアチアに勝ってほしいし、多分勝てると思うんだけど、なんつうのかな、この漫画のなんかスラムダンクのさ、最後山王工業戦でさ、もうめちゃめちゃ倒してさ、その次の試合も一気にボロ負けしたみたいなあったじゃん、てみたいな、なんかああいう風に なってほしくないけど、いやそれはこの先であってほしいね、まだそうそう、もう一個先であってほしいけど、ま、なんかそのぐらいのなんかなあれじゃなかった、もうこのスペインとドイツを倒すっていうのが、ちょっと信じなかったもんね、2チームを破ったってことは、もう日本の自力がどれだけ上がってるかっていう、そうだね、証明ですもん、ね、信じられない時代が来たね、信じられないよね、本当にすごいなと思ったよ、あんなにテンポよく点が入って、しかも2点目は結構ヒヤヒヤするね、えVAR で0.01 ミリとかさ、本当にでもちょっと重なってるもんね、そうですね、あれはやっぱそう、解説の人たちもみんな言ってたけど、VAR じゃなかったらゴールならないってね、やっぱりこう人の目で見たらどう見てもあれはじゃあアウトにしちゃうんじゃないかって言ってたけど、不思議ですね、そういうゴールが、そうそう、もう漫画とかでも書けないでしょ、こんなストーリーはね、多分ね、書けないよね、なんかちょっとさ関係なんかないんだけど、勘繰り深いんだけど、その審判もさ、前半さ日本にイエローカードさ、立て続けに3つ出してさ、ちょっとムカついてたのよ、なんだよこれみたいな、ふざけんなよ、いやもうスペインに買収されてんじゃねえかみたいなさ、おかしいだろみたいなさ、後半あのありがとう、勝手だよねこっちはね、まあ、あの人一人で決めたわけじゃないけど、見てる方は勝手だよね、ありがとう、そういう意味ではね、イエロー3枚帳消しみたいな、大判定、ゴールにしてくれるのみたいな本当だよね、 VAR だから、でも審判がどうとかじゃないから ね、 どうだよね、そうそうそう、 AI も判定に、ね、関わっているっていう、だから朝終わったのがさ6時前だったでしょ、そうですね、ちょうど子供が起きた時にさ、もう全く興味ないけど、今これマジですごいこと起きるからっつって、あと5分、ちょっと一緒にね、あと5分乗ってくれっつって一緒に見てたのよ、したらもう、まあ、わけわかんないよ、超喜んだもんね、最後の5分だけでやったっ、俺もさ、そのちょっと遅らせて見てで子供たちが起きてくる時に一緒に見たかったんだよね、ああちょい遅らせで、ちょい追いかけ再生ね、そうそうそう、で子供たちが起きてきた、前回がコスタリカ戦だったから、子供と一緒に見たんだ、夜7時だから、ね、夜7時の時負けちゃったから、負けちゃったから、でもそれでもすごい楽しかったって言ってたの、なんかみんなで一緒にこうなんか一つのこう試合を応援してハラハラドキドキするのがすごい、スポーツっていいなみたいなふうに言ってたから、あじゃあもっとなんかドイツ戦みたいなやつだったらもっとね、見たら楽しいよと思って、スペイン戦もそうなんないかなと思って、後半ぐらいから起きてくるっていうタイミングで見てたんだけど、ちょっとでもね、俺早すぎて、2点決まった後に来たんだよね。そうか。起きてきたんだよね。それでは迷って。まあそっか、迷ったん、ちょっと巻き戻すか、ね、そっから見な、長い長い長すぎる、巻き戻して一緒に見ると、でも俺はもう知ってる段階でやるのがなんかちょっと嫌だったから、あそっかそっか、で、ま、普通に俺も気になったし、もうこのままこのまま先が見たかったから、もうそのまま見せたけどね、やっぱりリアルタイムで、俺はだからぴったしだったね、残り5分でよかったね、だからちょうどもう、あ子供が見るのは、もう今あともうちょっとで終わるかなっていうぐらいで、まだちっちゃいからね、よかったけどな、ロスタイムも7分ありましたもんね、長かったですね、長かったね、あれもね、ロスタイム本当に、まあしょうがないと VOR のやつで止めてたからね、あれだったけどね、いやーでもお子さんと一緒に見られたっていうのはもうこれ何事にも変え難い、いい思い出になりますね、そう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 、だから相撲とかもさ、俺最近子供がね
あの前は絶対変えてくれって言われたのチャンネルを。だけどもう言わなくなったの。さすがに高安の優勝が絡んだやつが今回3つあったから今年だけで、うん、だからもう応援するようになったんだけど、なんか相撲はさ1対1じゃん、はい、そうするとなんかあの相手がもう嫌いに なりそうで、なんかちょっとそれが嫌だったんだよね。なんかあんまりこっちもさ こいつ嫌なんだよとかって言えないじゃん、なんか、はい、だから高安は応援してるんだけど、そうそう、だからもうああいうスポーツのサッカーとかでも全体だから、はい、もうチームだからさ、なんかそういう風になんないからね、うん、そうそう、よかったけどさ、うん、まあ、国対国のね、ちょっと大きな括りの戦いだから、そうそうそう、相手はいるから敵はいるからね、本当にでも楽しかったね、まだまだこっから楽しませてもらえるのか、ね、いや、いい1週間でした、はい、1週間でしたね、はい、ということでね、はい、うん、今日のメッセージテーマ、はいはい、うん、起きたらびっくりということになりました、はい、はい、これはまあやっぱりスペイン戦ね、まあ、ちょっと、まあ寝坊しちゃったという人とかもまあ中にはいると思うんですよ、うん、そうだよね、この日に限って起きられなかったみたいな悔やんでる方も、ね、いますよね、そうだよ本当に、あ、うん、ということで起きたらびっくりな話をね、うん、はい、皆さんから募集してみたいと思います、はい、メッセージの宛先、電話の方は 0335821111 0335821111、 ファックスの方は 0355620954 0355620954、メールの方はchaki@tbs.co.jp chaki@tbs.co.jp、 お名前、電話番号、住所などを添えて送ってください。メールを紹介した方には番組のステッカーをプレゼントいたします、はい、起きたらびっくりというねテーマですけども、はい、はい、お待ちしております。さあ、ではナイツのチャキチャキ大放送、今日のメニューの紹介です。9時25分頃からは今週起きたニュースを常連さんと振り返るコーナー、常連さんに聞いてみよう。今日の常連さんはこの方もきっと大興奮に違いありません、榎木戸一郎さんです。そうですね、お話聞きたいです、楽しみですね。そして11時からはゲストコーナー、東京よもやま話、今日のゲストはモノマネタレントの原口あきまささん、うん、です、今日は原口さんと一緒に少し気が早いクリスマス企画、出たよ、原口サンタのクリスマスプレゼントショー2022をお送りします。出たよって、その初めてやるんですよこれ。そうですね、さんまさんの番組にね、まあ、送るほどじゃないんだけど、今年リスナーさんが経験したそこそこ不幸な話、これを原口サンタが聞いてくれます。さっきデビューさんもちょっとコスプレみたいな写真撮ってましたけど、ね、ちょっと例の赤い帽子を、あら、あ、いいですね、いいですね、はい、いいと思います、ね、もうこれラジオで聞いたらさんまさんが本当に出てるって思うから、そうでしょうね。そうですよ、ね、デミーさんの写真は、うん、後でファンティアで売るんですか、あれは。あ、そういうのダメなんです、 TBS そういうの、はい、ダメなんです、やってね、どこの曲もやってねえ、そんなの。TBS ファンティアで売らないんだ、見事合格を獲得したエピソードには番組ゆかりのそこそこ嬉しいグッズをプレゼントします、はい、お名前、エピソード内容、電話出演可能な方は、お電話番号を明記の上メールで送ってください、はい、アドレスはチャキアットマーク tbs.co.jp です。その後11時30分頃からはアコムプレゼンツ爆笑初めて演芸場、はい、毎月一組の芸人が登場してエピソードトークを披露してもらいます、うん、12月はお笑いコンビジョイマンが担当です。高木と池谷、はい、そうです、ジョイマン、はい、うん、そして12時15分頃からは G1 シーズン恒例、ナイツのチャキチャキ競馬講座、うん、今日取り上げるのは明日中京競馬場で開催される G1 レースチャンピオンズカップです、うん、はい、さあ今回も土屋さんの予想の他に、うん、リスナーの皆さんから寄せられる世相馬券予想の中から、うん、花輪さんが一つ選んでヤホー馬券を決定します、うん、このヤホー馬券に選ばれた方には札幌生ビール黒ラベル JRA 有馬記念館をプレゼントいたします。なんだろうな、バンユンチャンネル年内からそれですかみたいな、今それですが一番大きなニュースだったのかな、OK、絶対ワールドカップでしょ、万円って数字で言うとまたなんか難しいな、はめづらいし、なんかはめづらいしいるかもしれないですけど、そういうの何でもいいんでね、何でもいいんでください、世相馬券、はい、さあ番組ツイッターをフォローしてハッシュタグヤホー馬券をつけて皆さんの世相馬券予想をお待ちしています。番組の競馬講座ツイートもぜひリツイートしてください。はい、12時30分頃からは初心者歓迎真っ昼間大喜利ですね、今日のお題は誰にも共感されなかったお風呂あるあるとはというお題です。はい、さあそして番組ではインスタグラムですとかツイッターなどもやっておりますので、よろしければご覧ください。そしてぜひフォローをお願いします。はい、そして10時からはチャキチャキリポート東京潜入大作戦、 TBS の渡辺俊アナウンサーが東京のいろんなところから中継リポートをしています、うん、今週はどこに行ってるんでしょうか、呼んでみましょう、渡辺くん。
おはようございます、はい、おはようございます、おはようございます、おはようございます、うん、いやー、うん、ちょっとねもう今渋谷にいるんですけれども、渋谷、渋谷のスクランブル交差点、うん、センター街のあたり非常に寒いですね、今日気温が低い、低い、寒いからね、ねえ、街歩く人ももう首元に必ずっていうほどなんかマフラーでしたり、うん、あと手袋つけてる方もいらっしゃいますね、そうですか、もうね身震いする寒さで急に冷えましたね、しゅんくんちょっとジャケット薄くなかったですか今朝、大丈夫、まだ私秋物で戦っております、冬は来ましたね、あの渋谷のセンター街のところには、うん、ハッピーウィンターというチラシがあったり、そしてセンター街の上の部分にあのリース、緑色の、うん、まあ、クリスマスなんですが、リースが飾られていて、そこにカラフルなオーナメントボール、丸いボールがついていたりとね、ちょっと冬をもう感じる装い、街の雰囲気になってきましたが、その中でも熱いのがですね、サッカーですよね、そうだ、しゅんくんもサッカーやったんだもんね、勝ちましたよ、ちょっともう驚き、驚きもものきだよ ね、いや本当にびっくり、うん、驚きもものきね、うんうん、って感じなんですけれども今言ったやつ、驚きもものき、何もいいのが出てきますね、ネズッチモドリッチみたいなね、ネズッチモドリッチ、驚きもものき、ネズッチモドリッチでしたよね、絶対流行んねえな、ねえ、でも本当に花輪さんとか土屋さんもそこまで、デミさんもサッカーそこまで、うん、あの知らなくても興奮できるんですよね、今熱狂、そうそうそう、熱が高まってると、いうことで、実際にこの渋谷の、うん、渋谷のスクランブル交差点も、うん、あのスペイン戦昨日の朝4時、うん、午前4時に、始まって終わったのが大体7時前なんですけど、そこで人がねこうわーっと、まあ、熱狂興奮冷めやらぬサポーターたちが来て、ね、ファンが来てで、あの盛り上がってたということもあるんですけれども、うん、今実際にこのね1日経ってこの、まあ、また渋谷のスクランブル交差点なんですけど、この街行く人どれくらい熱があるのか、うん、サッカーは今どれくらいねこの街の世間に浸透しているのか、うん、そういうことをねちょっとマイク向けて聞いていきたいと思います。まあテレビや他のメディア見てもニュースはサッカー一色ですので、そうだね、まあ、なかなか熱があるんじゃないかなと思っております。10時からです、お願いします。はい、よろしくお願いします、うん、いやもうみんな見てた、見てたっていうかね、すごい、あれも渋谷だったのか、なんかあのモノマネブルーがさミヤネ屋に出てたね、あそう、あれ渋谷かな、あれね、なんかどっかのなんか商店街みたいなところでやってたね、なんかモノマネブルー前日一緒にいたんだよ、堀江君と、堀江とゴンダのマネする、ゴンダ週1、あのゴンダ週1回からゴンダ月1に変えたんだけど、そういうことなのかな、うんいやいや、じゃあそれで、それで、うん、そいつがなんかこうなんか電話でやってたもん、うん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 、なんかミヤネ屋から取材来てるんですけどとか、でみんなでさ、お前売れたなみたいなこと言ってさ、うんうん、一番正しい正解がいや売れてねえわっていうのが正解なんだけど、はい、いやまあはいみたいな、はい、みたいな、売れたと思ってるんだね、じゃあね、今ちょっと本当に初めてだからねテレビに出るのが本当に初めてぐらいだから堀江くん、うん、もうはい、本田月一、本田月一、週1回の方が俺は好きだったけどな、それでは土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、12時45分までお楽しみに。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。自分の家族を通わせたくなる、それが虹色の目指す21世紀の介護です。地域密着型ならではのきめ細やかな対応で、ご利用者様の目線に合わせた介護を心がけています。デイサービス虹色、横浜を中心に16施設展開中。松崎しげるです。君と一緒にずっとこの家で仲良く長い間暮らしたい。絆が生まれ絆が深まる、そんな家づくりを目指しています。お客様との絆も大切にしたい。横尾材木店。はい、そこみちよです。トリセン週末ショッピング情報です。旬の鍋物食材を大提供、ごちそう鍋グランプリセール開催中。日曜はお肉のびっくり市開催。安全です、新鮮です、トリセン。時刻は9時24分です。ここでネクスコ東日本がお送りする TBS ラジオ交通情報です。
警視庁の薄井博子さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。東名高速の下りは大和トンネルで10キロ30分、事故の影響で磐越道新潟県内上下線の安田インターと新津インターの間通行止め続いています。千葉の京葉道路は下り船橋、乗用車2台の事故、右側車線で処理中で今2キロです。首都高速は24時間工事の影響、11号台場線の上り有明と芝浦の間通行止めになっています。警視庁から以上です。はい、警視庁の薄井博子さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は9時52分ごろお伝えします。ここでネクスコ東日本からのお知らせです。いつも高速道路をご利用いただきありがとうございます。車を運転中のドライバーの皆さん、運転の疲れは溜まっていませんか？時速 100km 近いスピードで走行する高速道路では、車は1秒間におよそ 28m も進みます。運転の疲れからほんの少しの居眠り運転や漫然として運転してしまったことが重大な事故につながる恐れがあります。ドライバーの皆さん、高速道路での安全運転のために眠気や疲れを感じたら、無理をせず最寄りのサービスエリアに立ち寄り、早めに休憩をしましょう。たとえ疲れを感じていなくても、長距離や長時間運転をされる場合は2時間に1回を目安にこまめな休憩を心がけてください。あなたにベストウェイ、ネクスコ東日本からのお知らせでした。 TBS ラジオ交通情報、この番組はネクスコ東日本がお送りしました。 TBS ラジオ公演ストーリア2、チェロ佐藤春馬、バイオリン服部モネ、ピアノ藤田真央、世界が注目する若手トリオの演奏をお楽しみください。12月23日金曜日、東京オペラシティコンサートホール竹光メモリアルで開催。チケットは全席指定税込み5500円。詳しくはサンライズプロモーション東京 0570-00-3337、 0570-00-3337、または TBS ラジオホームページのイベント情報まで。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。常連さんに聞いてみよう。この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。ここからは1週間を雑談で振り返る常連さんに聞いてみようのお時間です。今日の常連さんは榎木戸一郎さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。今もね、面白いんですけど、はい、ストーブリーグも気になりますけどね、はい、近藤健介は一体どうなってるんですか。近藤健介がまだですか、あれまだもう一回ファイターズが、ね、説得してるみたいなんですよ。です、ね、まだ決まってないのかこの感じっていう、ね、あとあれですよ、現役ドラフトが、うん、12月まだだからさ、あのトライアウトの選手たちで、うんうん、このポジションはもしかしたら現役ドラフトで埋まるかもしんないから、一応まだ声かけるのやめとこうかなみたいなことってありえると思うんですよ、今年に関しては。そうか、じゃあまだ諦めなくていいってことですね、トライアウトのね、かもしれない選手もね、かもしれない平田とかね、うん、だからそう、現役ドラフトの絡みってすげえ合うと思う、うんうん、なるほどね、はい、それが今回はちょっと気になるけどね、話聞きたいことたくさんありますので、まあ、でもやっぱり今週はということで、はい、はい、1週間の主な出来事を振り返ってまいります、はい、まずは日曜日です、うん、大相撲九州場所千秋楽が行われ、この日の時点で優勝争いのトップだった高安が1敗差で追っていた阿炎に敗れました。その結果、大関貴景勝と3人が3敗で並び、28年ぶりとなる3人による巴戦が行われました。くじ引きでまず阿炎と高安が対戦して阿炎が勝ちました。阿炎はこの後対戦した貴景勝も破って初めての優勝を果たしました。これで史上初めて平幕力士が3場所連続で優勝、平成3年以来31年ぶりに1年6場所すべてで異なる力士が優勝しました。同じく日曜日です、FIFA ワールドカップグループリーグ第2戦が行われ、日本代表はコスタリカに0対1で敗れました。もう一つ日曜日です、
映画監督の崔洋一さんが膀胱がんのため亡くなりました。73歳でした。崔さんは長野県佐久市の出身で、1993年の月はどっちに出ているで多くの映画賞を獲得し、2004年公開の血と骨では日本アカデミー賞最優秀監督賞を受賞しました。榎戸さんも出演されていた TBS ラジオアクセスでトークパーソナリティを務められました。火曜日です。東京都立大の南大沢キャンパスの路上で教授を務める宮台真司さんが、男に頭を後ろから殴られた上、刃物のようなもので首など数箇所を切られ重傷を負いました。木曜日です。今年の新語・流行語大賞が発表され、プロ野球ヤクルトの村上宗隆選手の愛称村神様が年間大賞に選ばれました。選考委員特別賞には、夏の甲子園で初優勝した仙台育英高校の須江監督がインタビューで発した青春ってすごく密なのでが選ばれました。金曜日です。チャキチャキ大放送にゲストでたびたび出演してくださった俳優の渡辺徹さんが、先月28日敗血症のため亡くなっていたことが分かりました。61歳でした。所属事務所によると、渡辺さんは先月20日に発熱、腹痛などの症状が出たため都内の病院に受診したところ、細菌性胃腸炎の診断を受け直ちに入院。その後敗血症と診断され治療しましたが、回復がかなわなかったということです。同じく金曜日です。ワールドカップグループ E 最終戦で日本代表はスペイン代表と対戦、2対1で勝利し、グループリーグ首位で決勝トーナメント進出を果たしました。試合の後、1点目を挙げた堂安律選手は、あそこは俺のコースなので、あそこで持てば絶対打つと決めていたので思い切って打ちましたとし、決勝点につながるアシストを挙げた三笘薫選手は、ゴールラインギリギリからの折り返しについて、ちょっと足が長くてよかったと思いましたと話しました。そしてキャプテンの吉田麻也選手は、言葉になりません、やっぱこれだから代表辞められない、最高でしたと、それぞれの言葉で歴史的勝利を振り返りました。森保はじめ監督は決勝トーナメントに向けて、最後はベスト8以上の新しい記録をつかみ取りたいと意気込みを語りました。以上、1週間のニュースをまとめてお伝えしました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。榎戸さん、どういう順番でいきましょうか。まずナイツ独演会読売ホール、ありがとうございました。伺いまして、ありがとうございました。すごい面白かったんですけど、花輪さんが、あの時名言というか、ちょうどコスタリカ戦の前ぐらいだったんで、高安優勝も、高安優勝するかどうかって言った時に、花輪さんが高安ジャパンっていう、名言を、ナイスボケを、高安ジャパンね、でこれだからさ、ドイツ戦勝って割とこう国内のムードものすごく上がってた時で、コスタリカ当然か、もう最初もから川山陽で、トラヌタヌキの川山陽で、コスタリカには勝てるっていうふうに、割と国内の下馬評あったじゃないですか、でどっちも思わしくなかった。高安もやっぱりダメなのっていうさ、ね、嘘だろっていう感じじゃないですか。でコスタリカ戦もだから、あの時点の世間の空気は、ドイツ戦の前半、良くなかったよね、後半、ちょっとしばらくの時間帯だけすごい攻めたけど、あとは割と守ったと、でその後コスタリカ戦やっぱり思わしくなかったんで、考えてみるとドイツ戦のあの時間帯だけだな、森保ジャパン良かったのは、ってなってたか、そうだそうだっていう空気だった。そうですね、2戦目終わった段階の ね、だから、その後スペイン戦勝てばいいけど、やっぱさすがスペイン、強えだろっていう感じで、だから本当に高安ジャパンな空気っていうんですか、高安ジャパンな空気なんですか、これ期待してるんだけどやっぱりダメなのかなっていう空気が、ヨイホールの帰りぐらいの空気とかではどんよりしてたのね、あるんですよ、その、まだ結果まだだったんですけどね、まだだけど、ね、それもまだだけど、なんかその花輪さんすごいんじゃないだろうかと。それをね、堂安っていうね、高安っぽい名前のやつがまたね、変えてくれましたから。安って入ってるけどね。もう読みが違いますけど、安と安だと違うんですけど、そうですよね。
で、割となんか割とすごい笑ったのは、スペイン戦終わった後ね、まあ明けの6時ぐらいで試合終了じゃないですか。で、あの、渋谷に、まあさすがに夜中でもあの、なんかサッカーバーとかで盛り上がってる人がいる、若者がいるわけですよ。で、会社にもうあの早めにちょっと出てくる、渋谷の会社に勤めるサラリーマンもいるわけですよ。で、あの、歩道をこう、なんていう、左側通行みたいな、なんかこう、分けたんだね。あの警察が帰る人と、それで人数多くなるから朝6時台に出勤してくるサラリーマンと、ドワーッとノリノリのまんま出てきた、あのユニフォームシャツ着てる人がハイタッチしていく、わ、対照的な風習ですよね、どっちもね。今から仕事を、新しい光景だと、新しいことですね、そこが交わるっていう、素晴らしい。それはなんか俺夜勤のね帰りの時にね、はい、なんかもうそんなこと絶対なかったからハイタッチする。そうですよね、そりゃそうでしょ。いや、それ何にもないのにハイタッチしないでしょ。昨日帰りハイタッチしないですよね。もうなんかどよんとしますね。いや、それぐらいのやっぱ出来事なんですね。今回もになったというか、森保ジャパンは、まあ、ずっと本当にあの心配されていたんですけど、あの、ね、J リーグをよく見てたとか日本サッカーをよく見てた人ほど、はいはい、もしかしたら面白かったかなと思うんですよね。あの、はい、戦術的に言うとミシャ式とか森保式ってちょっと違うんですけど、ミシャ式って何ですか。ミシャ式ってあのペトロビッチ監督って今札幌の監督されてて、はい、もともとはだから、広島とか浦和で監督されてた方が、うん、その可変式っていうあのポジションを、フォーメーションを変える、変えていくやり方があって、それを、ペトロビッチさんが広島の監督を退かれた後に、うんうん、森保さんが広島の監督になったんですよ。新潟のアルビレックスの、コーチだったんですけど、まあ、監督に抜擢された。で、そのミシャ式、ミシャっていうのは、まあ、ペトロビッチさんのあだ名なんですけど、うん、その戦術を引き継いで、しかもちょっと守備的な形にしたっていう、で、あの J リーグで優勝したりした、っていうあの経緯があって、ミシャ式ジャンなんですよ。すごい、それ面白いですね。だからそういうなんかさ、あの背景が、あと、うん、森保さんがあの、スペイン戦勝った後にコメントすごいされてたのは、うん、なでしこジャパンの、うん、あの、インテンシティとかなんかそういう、1対1で負けないとかみたいな、ああいうこう戦い方で世界に通用するんだって、すごいあのなでしこジャパンから学んだって。だからあの男女女子サッカーとかなんとか関係なくて、日本サッカー全体のこう積み上げてきたことの達成みたいなとこがあってさ、なるほど、それはやっぱすごいんだなと思って、ちょっと本当に震えましたね。もうなんか本当戦術って面白いんだなって教えてもらいましたもんね。ですね、なんか超面白いですよね、戦術によって急に強くなったりする。そうですね、前半あの、スペイン戦も、まあ、ドイツ戦もそうですよね、前半見ててもちょっとこれはいくらなんでも、ねえ、で今までそのまま終わってたじゃないですか、90分ですよね。ほんでこの選手ここに変えたら急にまた向こうに焦っちゃってる。長大会とかみたいにスペースを埋めて守って勝つみたいな感じじゃなくて、あの今回のやっぱすごいのは、普通にサッカーで普通に勝つ、あんな強豪にっていう感じが、あのやっぱそこが震えますね、本当にね。最後またなんか冨安選手とか入れたりして、あ、攻撃の人じゃないんだとか、ああいうの面白くないですか、ね、遠藤選手とか、そうそう、クローザーで遠藤出てくる感じ、そう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 、結構いろんな選手が今日面白い、複数のポジションができるような選手がやっぱ選ばれているんですか、あとね、今回のあの、これはワールドカップのこのカタール大会自体の面白さでもあるんだけど、はいはい、まずボールがさ、あのボール充電するんですよ。は？あ、なんか入ってんですね。なんか入ってんです。あの中にセンサー、あの電子センサーっていうか、まあ GPS みたいなものが埋め込まれてるっていうか、吊って中にあるの、真ん中にあるんです。でも別に普通のあれと変わんないんですよね。もう蹴った感じ。競技には影響ない。影響ないんですよ。センサーが。それが、それとそれからあとあのなんか、半自動オフサイドテクノロジー。何それ？っていう。だからこれ12個ぐらいのトラッキングカメラが。取ってて選手の位置を常に把握して、だからあのオフサイドかオフサイドじゃないか、はい、それからあのさっきあの津屋さんも振ってたけど、
ライン割ってたか割ってないか、はい、みたいなことについて、うん、ものすごく厳密に位置関係をテクノロジーで把握するということをやったんです、うん、でこれだとサッカーの僕にとっては一番サッカーの魅力の一つである、うん、はい、ゴールの後の爆発的歓喜ってあるわけ、はい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 、ネットを揺らした後、うん、やったーみたいな、なんか、ね、ゴール裏のなんかサポーターとかが、うんうん、ヨーロッパとかだとあの上から降りてきて下の方に行くってこれ危ないんだけど、うんうん、全力で走ってきてうわーみたいに なったりとか、まあ、本当には飛び上がったりあるじゃないですか、うん、それが今回は、例えばオフサイドディレイとか、うん、なんすよ、決まったか決まらないか、これあのお相撲もそうじゃないですか、うん、お相撲はあのテレビ画面チェックするようになってから、うん、勝ったような気がするんだけど、うん、どっちかなっていう空気が瞬間がね生まれちゃうんです、うん、だ決まったような気がしてみんな喜ぶ、一体喜ぶんだけど、はいはい、もしかしたらオフサイドかどうかわからないっていう、うん、そんな変なこう待機する時間っていうのが発生してますよね、うん、はい、これまではあの単純に喜べたあの、うん、オフサイド副審がフラッグ上げなければもう決まったやったっていう感じでいけたんだけど、ですよね。ただ、あの三笘選手のことに関して言うと、これがこのテクノロジーが導入されてたから揉めなかったんですよ。ああ、そうか。完璧そうですよね。ね、確かに完璧そう。もう今までだったらあれ、いやもう。アウトでしょって思っちゃってま、まず今までだったら審判が、うん、まあ、タッチ、うん、ライン割ったっていうふうに、んうん、言ったと思うし、そう、ね、そうじゃなくて割ってなくて点入ったよっていうふうに、ね、人間がやってたら、うん、すんごいよ、絶対揉めてますもんね、大炎上、試合止まってますよね、うん、だからそういうなんていうか、まあ、今大会を象徴するシーンなんですよ、三笘選手の、本当にそう思った、あれ、あ、あの、いや本当あのボールの中がねくり抜いてある写真とか、はい、FIFA が出した写真かな、本当に面白いですよ、なんか、なんだこう、あんなになんか進化があるよっていうスポーツなのにそういうとこすごく進化してるの面白いですね、ただだから本当にあの、いや僕昔あのサッカー雑誌のコラムで書いたことあるんですけど、うんうんうん、あのサッカー審判もね、うん、あの僕相撲の行司さんってすげえ面白い、うんうん、審判なの行司さんは審判なのか審判じゃないのかっていうさ、ことって書いたことあるんですよ、うんうん、であのサッカーも揉める場合があると、うん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 、だからあのボールボーイとかみたいに、うんうん、四隅にあの門付きの人が親方がいてただいまのをね、ただいまのオフサイドについて説明しますみたいな感じで真ん中集まるの時間かかりますよ、親方がこうカードにちょっと距離があるから歩くってくるの大変、しかも体格がでかいから、ね、体格でかいっていう設定が分かんないですけどね、お相撲じゃないんだから親方ぐらいの、ね、親方ぐらいの人が で来るわけですよ、それであのなんか説明して、それで話し合ってで戻ってであのなんか責任の親方があの、まあ、説明するあのオフサイドだっていう、三笘の選手のライマの選手ライン割ってなかったのでゴールとしますっていう、ズワーってなるっていうさ、つまり主体性が、うん、あ責任が行司さんってあるようで、うん、勝負を決められるその審判のようで、審判じゃなくて実際の審判っていうのは、うん、お相撲に関しては周りのあの親方たちなわけですよね、うんうん、その仮のとりあえずのことを決めていく役割ってい う, こうものすごく画期的なシステムだと思うんだけど、それに近い感じにやっぱなつまりビデオレフリーみたいなシステムが各競技ラグビーとか周りが決めるみたいな感じになって、まあもう主審じゃなくてね、そうなんです。で今回のまあ半自動オフサイドテクノロジー、半自動セミオートっていうのは何かっていうと、やっぱり審判が人間が決めてんすよっていう意味なんですけど、だからその、揉めてるとこを最終的には人間が決めてるってことは、うん、まあ変わってないんだけど、うん、でもなんかこうかなり、周囲のなんかそのナンバーだから、うんうん、幻のこう門付きした親方みたいなものが、うん、テクノロジーによって発生してるっていう感じが面白いなと思って、ね、いやでも本当そうですね、はい、まあ、どの競技も今ね、うん、そチャレンジとかね、そうやって VR みたいなものになってきてるから、それがもう21世紀のスポーツ、いや本当あの、ね、検索されるとこうボールの中にそのなんかそれが、うん、あのチップうまい、うん、あ釣ってあるやつが出てくると思うんで、それ興味ある方はご覧になってほしいですね、ちょっと見てみたいすごいな。
はい、うん、ということで、1週間のニュース、榎木さんと振り返ってきまして、榎木さんにはこの後もお付き合いいただきます。機能性表示食品ケンジンの食習慣カプセル。このカプセルに含まれるサラシア由来のサラシノールには食後血糖値の上昇を緩やかにする機能があることが報告されています。体に賢い食習慣へ、オリヒロケンジンの食習慣カプセル。 TBS ラジオクリーンサタデー、常連さんに聞いてみよう。この時間は、オリヒロ他各社の提供でお送りしました。木村佳乃です。おせちの準備はできていますか？おせちといえば、いたまえたましいのおせち。三人前三段重が9000円台から。いたまえたましい本店で検索。膝や腰、肩の痛みを緩和する再春間製薬所の通算糖は1960年の発売以来、たくさんのお声をいただいています。茨城県66歳男性、農業一筋のお客様。一つ25キロの収穫物を扱うのは大変で、腰が痛くて動きづらく寝込むこともありました。東京都75歳女性、ボランティアを楽しむお客様。10年ほど前、足に激痛が走ったんです。通産党との出会いが人生を変えるきっかけとなりました。今少しでも痛みや違和感がある方は、ぜひ一度お試しください。通産党無料の試供薬のお申し込みは 0120-305-305 305-305、 送料無料です。通産党は指定第2類医薬品です。使用上の注意をよく読んでお使いください。ここで TBS ラジオから宣伝担当の皆様にお知らせです。ウェブ広告で結果が出なかったら、今お聞きの TBS ラジオ活用してみませんか？ TBS ラジオならインターネットとの連動企画実績も多数、媒体資料、価格表もご用意しています。TBS ラジオか。営業サイトと。どれどれ？おう、見やすいね。番組の企画書か。こっちは事例紹介と。おう、いいね。おお、料金もわかりやすい。よし、問い合わせてみるか。TBS ラジオ営業サイト。玄関の安心はモニターついてるインターホン。iPhone、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 インターホン。一人でも安心だ。ほぼ真横まで見える液晶モニターで一層の安心を。リフォームは玄関の安心からぜひ。ピンポンはアイフォン。はい、ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めていない方も 0120-66-8251 66-8251ガリバーへ。時刻は9時48分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。サッカーのワールドカップカタール大会は、決勝トーナメントに進む16チームが出揃いました。新たに決勝トーナメント進出を決めたのはスイスと韓国です。G 組のスイスはセルビアを3対2で下し、 H 組の韓国はポルトガルに2対1で逆転勝ちして、それぞれ決勝トーナメント進出を決めました。それから日産自動車とフランスのルノーの資本関係見直し協議が合意に至らず、今月7日の発表を見送ることが TBS の取材で分かりました。ルノーは現在 43% の日産株を保有しています。一方、日産はルノーに 15% 出資していますが、議決権がなく、日産は対等な関係を求めて、ルノーの日産株保有比率を 15% まで引き下げる方向で協議しています。協議の中でルノーは出資比率の引き下げと引き換えに、日産にルノーの電気自動車の新会社への出資を求めていますが、日産は全固体電池など日産の持つ電気自動車に関する知的財産解放をめぐって折り合うことができず、今月7日の発表を見送りになったものですが、今後も協議は続けるということです。警察官の不祥事が相次いでいます。栃木県警では
那須塩原署の男性巡査長が去年8月、遺体の見つかった家から現金8000円と腕時計3本などを持ち去った疑いが持たれています。この巡査長は捜査情報をもとに現金100万円の入った金庫を開けようとしたんですが開かず、金品を持ち去ったということで2日付で懲戒免職となりました。また千葉県警では機動捜査隊の男性巡査部長が部下への日常的なパワハラに加え部下に拳銃を向けたとして書類送検され停職3ヶ月の懲戒処分、さらに神奈川県警では川崎署の男性巡査部長が飲食店のトイレに盗撮用カメラを設置したとして書類送検され減給6ヶ月の懲戒処分を受けています。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。それでは問題です。ラジコが聞けるのはラジスマ、 FM 放送が聞けるのはラジスマ、ラジコと FM が切り替えられるのはラジスマ、電話をかけられるのはラジスマ、災害時に役立つのはラジスマ、移動中でもラジオを聞けるのはラジスマ、建物の中でも聞こえやすいのはラジスマ。ラジオとスマホが合体、ラジスマ。民放ラジオのおすすめです。キャスティングから始める釣り、キャスティングから夢見る釣り、釣りの相談してみよう、キャスティング。毎月3のつく日はキャスティング感謝デー、たくさん釣りたいを応援します。時刻は9時51分です。ここでハトバスがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井博子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和トンネルで10キロ30分、右ルートのつぶらのトンネル付近、乗用車、故障車、路肩で処理始まって見て通る車で今5キロ15分です。新潟県内の磐越道は事故で通行止め続いています。上下線の安田インターと新津インターの間、上信越道は濃い霧で最高速度50キロなのは須坂長野東と豊田飯山の間、また磐越道も一部区間霧や雪で最高速度50キロのところがあります。首都高速は24時間工事で11号台場線の上り、有明と芝浦の間通行止めになっています。この工事は明日の朝7時まで。1号の上り空港西付近はトラックや乗用車、車両4台の事故。今3キロ20分。警視庁から以上です。薄井博子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は10時23分頃お伝えします。俺の宝物、大型二種免許。ハトバスの路線バス運転士募集に応募してみたら？路線バス？ハトバスは都営バスの一部を運営してるの。チャレンジしたい。大型二種免許をお持ちのあなた、ハトバス、路線バスでぜひ検索を。地域に根ざして笑顔を運ぶハトバスです。時刻は9時53分です。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。ここで放置機がお送りする天気予報です。気象予報士の池田沙耶香さん、今日は冷えますね。そうですね、はい、今朝は今シーズン一番の冷え込みというところが、はい、多くなりました。都心は 5.4 度まで下がったんですけれど、実はこれで平年並みなのでちょっとずつ慣れていかないといけませんね、はい。で今曇っているところがほとんどで、千葉や茨城あたりはパラッとこの後にわか雨があるかもしれません、うん、午後になると少しずつ雲が取れてきて日差しもありそうです。ただ晴れても最高気温が13度前後なので、まあ、12月らしい冬の寒さという感じになりそうですね、うん、今日は暖かくしてお過ごしください。はい、わかりました。気象予報士の池田沙耶香さんでした。ありがとうございました。火災報知機といえば報知機株式会社。家族を見守る報知機の住宅用火災警報器、電池寿命はおよそ10年、ピッとなります交換サイン、サインが出たら本体交換をおすすめします。安全安心を目指して、火災報知機の報知機。築地船戸の味、神田伯山でございます。おせち料理には築地入り船の伊達巻を。
TBS ラジオクリーンサタデー、時刻は9時54分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、この時間常連さんの榎戸一郎さんと一緒にお送りしております。はい、榎戸さんからあの本のお知らせがあるということで、あ、はい、こちら山田うどんの本が出るんですね。あ、そうなんです。10年ぐらい前にあの、はい、山田うどんの本2冊、北尾トロさんっていう僕の親友と一緒にやったんですけど、はい、今回は、文庫になって、はい、愛と情熱の山田うどん、全く天下を狙わない地方豪族チェーンの研究全く天下を狙わないんだ地方豪族チェーン、地方豪族、もう関東、しかも、まあ、主に埼玉、はい、そうですね、根城に、うん、前はあのもっと東京店があったんですよ、西東京側にね、よく蒲田とか、はい、浅草とかにもあったんですけど、はい、あの今撤退して、はい、もう本当にあの、ま、むしろあの埼玉にの根城をね、うんうん、戻したという強化する感じになって、御家人とかそういうこともちょっと考えますねこれ鎌倉殿の鎌倉殿っぽい感じもあるなって、やっぱり領地を自分守る、大河が詰まってる。日本で最初にあの回転看板をやったのは山田うどんで、それはあの、先代の社長さんが、うん、まあ、会長さんだった人ですけど、うんうん、アメリカに視察に行って、うんうん、でケンタッキーフライドチキンかなんかの回転看板を見て、これいくら変わってもいいし、で、まあ、代理店が日本にない時で、うんうんうん、それをあの日本に導入して、で所沢で回したんですよ。おーおー、でこれはつまりモータリゼーションでレストランを、まあ、アメリカと言うとダイナーっていうのがあるんですけど、うんうん、あのよくアメリカの映画でちょっと色っぽいお姉さんがあの、うんうんうん、なんかパンケーキとかさ、ああいうのをあのハンバーガーとか出してくれる、あのお店が出てくる、あのドライブインレストランみたいなのが出てくると思うんですけど、あの形式をまだ日本になかったんだよね。で和のアイテムで最初にやった、あ、そうなんですよ、ね、っていう、だからそういうなんかちょっと郊外論っていうの、なるほどなるほどなるほど、都市の郊外論みたいなことにもちょっと触ってる感じの、まあ、本になっております。他の企業にはない角度がいっぱいありそうですよね、はい、しかもこんなことやもうあの一回も美味しいとか書いてないんですけど言わなくていいじゃない、書いたらいいじゃない、一回も書いてないんですけど、美味しいでしょ山田うどん、会社側は許してくれてる美味しいでしょ、ユミさん大好きですもんね、私小さい頃ごちそうといえば山田うどんでした、それはすごいよそれはすごいよ、いやそういう人いっぱいいますよね、そうだからこのあんた、うん、このなんとも言えない黄色、からし色と山吹色の中間みたいななんとも言えない黄色、ね、黄色い色を見ると懐かしいですよね。あと今回の本で僕書き下ろしをしたんですけど、このマークね、かかしっていうかマークみたいなのあるんですけど、これの口元が今回笑ったんですよ、この何年か前、それまでは無の字だった、これは僕はあの学術的には、まあ山田研究学術的にはね、アルカイック山田と呼んで、まあ、ガンダラ美術の影響を受けてね、そのちょっとほほ笑むというか、まあ、ギリシャ彫刻の影響ですかね、そういうついほほ笑みの時代に入ったという一応本当だ、確かにロゴのデザインの変化って書いてある、ロゴのデザイン変化してる、これもこうすごいこっそりやってるんですよね、こっそり全然特に大きい大々的な発表なく急にほほ笑み始めてるってことに研究のしがいがあるんですね、みんな驚いてほしいなね、やりすぎ都市伝説とかに出れそうなやつ、いやいやまさに研究ですね、見てます、はい、ありがとうございます、聞いてください、愛と情熱の山田うどん、全く天下を狙わない地方豪族チェーンの研究です、うん、いやということで、じゃあもう今週来週はそうですね、クロアチア戦、うん、そうですね、はい、楽しみです、楽しみでございます、楽しみですね、はい、あ、なんと榎戸さんとはここでお別れで、次お会いするのは来年になります、あ、そうですか、はい、今年もお世話になりました、ありがとうございました、ありがとうございました、それではこの後10時から渡辺俊アナウンサーの中継コーナーです、お楽しみに。経営者になって気がついた社員を守る大切さ、そして難しさ、だから選んだ安心財団、怪我の保証に快適な職場づくりの補助金、福利厚生まで充実、社員の日常をしっかり守れるのは中小企業にはありがたい、安心財団。千代田セレモニーは東京、神奈川、埼玉、山梨の家族葬を真心込めてお手伝い、厚生労働省認定の自社専門スタッフが分かりやすいご予算でサポートします、信頼と実績の家族葬は
千代田セレモニーです。北海道の美味しさをまっすぐ、北海道の酪農家の会社よつば乳業が10時をお知らせします。ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。10時になりました。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。改めましてこんにちは、ナイツの土屋信之です。花はモブですTBS アナウンサーの手水舞です。どうあるリズムみたいなのを聞いたかったです。全然なってない。気がつきます。全然なってないですね。はい、うん、さあ、10時台最初のコーナーは、チャキチャキリポート東京潜入大作戦。この時間は、毎日新聞社、田島屋、NCP グループ、遺言の窓口、他各社の提供でお送りします。ノンです。目立つ場所にいる人のことは伝わりやすい。でも、誰もが日の当たるところにいるとは限らない。知ってほしい現実も届きにくくなる。だから、気づいた人が周りの人に伝えていく。伝えるって、つなぐことだと思う。社会をつなぐ言葉で紡ぐ毎日新聞。お菓子屋さん、お酒屋さん、スーパーさんの仕入れなら、キャッシュ&キャリー田島屋。田島屋に来れば今何が売れているのか、これからの売れ筋も分かりますよ。売れる商品仕入れなきゃ、キャッシュ&キャリー田島屋。チャキチャキリポート東京潜入大作戦。 TBS の渡辺俊アナウンサーが東京のいろんなスポットから中継リポートをお届けします。はい、早速呼んでみましょう。渡辺エンリケどうも、渡辺俊です。あ、ドアンリツみたいななってないの。あ、ドアンリツみたいな、はい、なってない。ごめんなさい、エンリケには対応ですけど申し訳ありませんでした、うん、なったところでだから難しいですよ、ドアニツみたいにするゲーム難しいですよ、ね、それは花輪さんもノブってなりますね。なるんで難しかったですね、うん、渡辺俊って でも普通に言ったままでしたね。あの渡辺俊でいいだろ普通に。文字数とか一緒でしたね。で今日はね、本当、はい、花輪さんも、はい、あのサッカーのボケをしたくなるぐらい、はい、ね、やっぱり話題の一つがサッカーワールドカップ。いやもう面白すぎるでしょう、ね、うん、昨日スペイン戦に勝利しまして、うん、グループリーグ突破、決勝トーナメント進出を決めました、はい、で今日は渋谷のスクランブル交差点に来ております、今ちょうどハチ公前の方に移動してきまして、うん、少しずつ駅から出てくる人がこの時間増えてきたなという印象で、うん、ただ寒いので皆さんかなり厚着をして、で今日風が強くてですね、そうなんだ、本当冷たい風が吹くので、あの東京の寒さといった感じで、風がピューッと吹くと皆さんちょっとブルブルっと身震いするような、そのぐらいの、まあ、12月らしい寒さということなんですけれども、まあ、このスクランブル交差点、昨日ですねスペイン戦が終わったのが朝の6時半過ぎですかね、その時にこのスクランブル交差点で、まあ、警備員の方たちはすごいですよね。しっかりと準備をして、うん、あの人が来てもいいように交通整理を行っておりまして、うん、左側通行にして、あの信号が変わった瞬間に警備員の方がこう黄色いテープを 5,6 人で持って、うん、で左側通行のその列を作って、その左側通行の列ができたのおかげで、今から出勤する方と試合見終えて興奮する方のハイタッチが起きるなんてね、うん、すごいよ。そんな現象もあったりして、まあ、ね、ね、そういうね、本当昨日はちょっと寝不足だっていう人、また寝てないという方もねちょっと多かったかもしれませんが、それぐらい盛り上がってるこのサッカーワールドカップ、はい、今このハチ公前でいても、あのワールドカップの広告というのは非常に多くて、うん、もう一面にずらっとあったりもするんですけども、その本当のこの熱狂しているサッカー熱、果たして街行く人に聞いて今どれくらい、ね、熱狂しているのか、熱を帯びているのかというのを、ね、ちょっとマイクを向けて聞いていきたいと思ってハチ公前に来ております、はい、で一応言っておきますけど、今この時間帯サッカーのユニフォームを着ている人はいません。いないの、もう熱冷めたの。いない、一応探したんですけど、今のところいないですね。はい、
あと飛び跳ねてる人も今のところはいません。今言ったらちょっと怖いよ。でも本当にね、朝4時にあれだけね人がたくさん見ていたというのも衝撃的で、視聴率はなんかどこかで見たら 15% ぐらいだったそうで、あの時間で、うんうん、あの時間朝4時の放送でそれぐらいだったということなんですけれども、うん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 、じゃあちょっとサッカーを見てそう、ワールドカップ楽しんでそうな方にちょっとマイクを向けたいと思います。ハチ公も今たくさんの人がいらっしゃいますね。中堅ハチ公と写真を撮っている方もいらっしゃいますが、本当今回の、まあ、勝利というのはものすごく大きくてですね、はい、ここから私サッカー好きなので、こうサッカー熱がね徐々に広がっていけばいいなと思っている一人でもあるんですけども、うんね、うん、なかなか男性女性3人組、男性、あ、コートを着てますね。茶色いコート、あ、スタスタと。何ですか？あったんですか？茶色いコートと緑色のコートを着た女性2人と男性3人組。ちょっと宝くじ売り場の方に向かっておりますが、すいません、TBS ラジオなんですけれども、おはようございます。皆さん5人組ですか？どこ、今どこに向かわれます？急いでます。ありがとうございます。すいません。何かの場所を聞いているということで、うん、歩いていきました、うん、5人組ました、ね、うん、お約束があるのかもしれないですね、うん、だいぶこのハチ公前の紅葉木もですね、もう葉がすべて落ちてしまって、冬の装いを見せております、女性3人組、おはようございます。 TBS ラジオなんですけども、お三方、サッカーとかって今見てます？ワールドカップ、あ、見てましたよ。見てました？3人とも、あ、見てました。え、昨日の試合見ましたよ、姉さん。昨日のスペイン戦、昨日の試合、あ、見ましたよ。見ました。朝4時からのですけど、あ、ね、後半の最初ぐらいから見ました。すごい。じゃあちょっと遅れて、あ、ちょっと遅れて、そうなんです。でも一番いいとこ見たかもしれないですね。あ、そうなんですよ。もうハラハラしちゃって。どうですか、勝った瞬間っていうのは。え、もう朝から目が覚めちゃったみたいな。あります。結構サッカーは見るんですか？あ、見ますね。もと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 好きなんで、代表戦とかは結構見るように、はい、しています。それは、え、ご自身もやられてたりしました、サッカー？あ、いや、私は全然で。何きっかけですか？え、何きっかけ、気づいたら好きになってたみたいな。素敵。気づいたら、いつぐらいからですか？え、いつぐらい、いつだろう、社会人に入ってなってからぐらいですかね。何年前ぐらいから？え、もう何十年前ですよ、もう相当前。じゃあ結構長いですね。長いです。すごい、長い、好きなんだ。長いです、はい。じゃあもう中田秀俊選手とか。あ、そうです、そうです。あの、なんかユニフォームとかレプリカとか持ってました、うん、もう結構好きなんだ。引き金入りのファンの方ですね。じゃあこのワールドカップは本当毎大会見てる、チェックして。あ、もう見てます。あ、でも日本代表戦が主なんで、僕はちょっと時間が合えば見ようかなみたいな。そうですよね、ちょっと遅い時間だったりしますもんね。今回の日本人選手、注目選手誰ですか？誰かな、うん、やっぱ堂安。堂安、堂安、堂安です。あ、三笘ね。お二人はお姉さんも？うちは子供がサッカー大好きで一緒に見てます。注目選手はどなたですか？いや、私は三笘の。三笘選手。あ、ほら、もう皆さんこうやってね、見てるわけですよね。すごいわ。かなりこう熱、あ、うん、お姉さん、お子さんがサッカーやられてそんなに、そこまで。でも4時に起きてみました。すごいですね。すごいわ。ちょっとそのすごい熱のまま、ちょっと簡単なクイズやっていただきたいんですけども。いいね、簡単なクイズね。今から写真見せますので、もうその方が誰か、お名前言っていただければ OK です。いいね、いきますよ、はい、この方、じゃん。はい、長友優太。早い、早いね。はい、今回長友選手はね、赤い髪にしてね、前回は金髪でしたけど、早いですね、やっぱ熱ありますね。じゃあ続いて、はい、こちら。はい、堂安です。早いね。はい、堂安です。速攻、もう速攻、めくる前から言ってたんじゃないかというぐらい。はい、続いてこちら。はい、三笘選手早い。堂安だけ振るね。じゃあさ、この方、はい。はい、吉田麻也。わかって。吉田麻也。日本代表みたいな。早いですね。早いね。あ、じゃあこれは、はい。権田。権田選手。いいね、権田。いいですね。
権田修一選手ですね、はい、月一ではありませんそして、はい、こちらはい、森保一監督です。森保監督監督まで分かってる、すごい、今のところ全問正解ですね。ありがとうございます、はい、じゃちょっと付き合っていただいて、このサッカー熱ね、皆さん絶やさずちょっとクロアチア戦向けて頑張っていきましょう、はいはいはい、クロアチア戦どうですか、勝敗予想は。2-1で日本です。お誰が決めると思います。あ、やっぱり堂安かな。堂安2得点2得点あげちゃえ。ありがとうございます。すいません、私たち堂安に期待しましょう。クロアチア戦も楽しみに、番組ステッカーをちょっと当てて、ありがとうございます、ね、すいません、お話中のところ。そうだね、楽しそうだった。お待ち合わせ、お待ち合わせ、ごめんなさい4人組でした。お待ち合わせの方が後ろで待機しておりました。ありがとうございます。協力全員言えたね、名前ね、スラスラとね、もう即答でしたね、スラスラ。でも何十年前から好きという方もで、子供お子さんがサッカーでという方もね、盛り上がっているということなんですけれども、ちょっとじゃあ次男性にお話伺おうかな。あ、3人組、あ、かなり若そうな3人組、ナイキのスニーカー、金色の髪、青色の髪、ちょっと目線をそらされてしまいましたが、おはようございます。すいません、 TBS ラジオなんですけれども、今ハチ公でお待ち合わせですか、お二人は。いや、観光で。観光で、はい、どちらからですか。京都から。京都から、はい、ご年齢は。大学生。学生さんね、お二人とも、はい、二人で来たんですか。いや、もう一人。もう一人。もう一方。あ、もう一方。じゃあちょっとお二人、ちょっとお話伺いたいんですけれども、今ワールドカップすごく熱狂熱を帯びてるんですけど、サッカーって見てます。見てます。お、早い。見ました、昨日のスペイン戦。見ました。見ました、はい、朝起きて。起きて。起きました。友達と一緒に。京都からいつ来たんですか。今日ついさっき着きました。ついさっき。何時でですか。京都出発3時ですね。車で。え、車で今。車で、はい、すごい。よく元気だね、京都から。何キロですか、京都から東京まで。もう4、5、6キロ。400キロぐらいです、ね、そんなものか。400キロぐらい。400キロって結構な、すごいですね。400キロですね、すごい。え、サッカーはもともとやられてたお二人は。いや、単純にもう見るのが好きで見てて。結構何年長いんですか、サッカーファン歴。サッカーブルで、いや、でもワールドカップとかは興味があって見たりとかしてたし、あとまあ海外リーグとかは、まあ、好きな選手がいたりとかしたら、まあ、見てました。あ、サッカーファン。お隣のダウンのお兄さんは。あ、まあ有名な大会見るぐらいですかね。有名な大会逃さないぞということです、はい、今結構サッカー熱が帯びてると思うんですが、2人はサッカーはやられてないんですよね。そうです、はい、でも見るのが好き。そう、どうですか、今回の日本の試合は誰がすごかったですか。どの選手が。3戦通してですか。ああ、もう3戦通してでも。三笘じゃないですか。三笘選手。三笘選手ですね。どんなところが。どんなところが。なんだろうな、まあ、やっぱ走るのも速いですし、まあ、持久力もありますし、やっぱ正確なコントロールですかね、はい、間違いないです。お兄さん、青髪のお兄さん、まあ、堂安選手です、ね、堂安選手はどんなところですか。まあ、やっぱりちゃんと大事な、ね、強敵に対してちゃんと決めてて、しかもどの試合でもまあちゃんと活躍してるし、もう決定力っていう面でもやっぱり海外にで、まあ、クラブに所属してるだけあってやっぱりすごいですよ ね、うん、ね、期待感がありますよね、出てきた瞬間ね。でもお二人も結構熱、うん、サッカー熱があるということで、ちょっと簡単なクイズをちょっとやっていただきたいなと思いまして、はい、スケッチブックご用意しました。もう簡単です、写真を出しますので、その方のお名前を答えていただける。名前、はい、もう簡単です。では最初いきますよ。はい、この方は長友さんですね。何ですか。長友さん。正解、赤髪でね、これは簡単ですよね。何ですか。ブラボーですね。お、ここまで押さえてる。ねえ、流行語大使になってもおかしくなかったですよね、ブラボーね。どんな言い方でした、ブラボー。ブラボー。あ、いいです。ブラボー、ブラボー。もう連発しましたからね。で、では続いて、はい、お兄さん答えてください。はい、久保選手です。誰ですか。久保選手です。久保選手、そうです。久保建英選手ね。はい、続いて、はい。堂安さんですね。堂安ね。堂安さんですね。堂安選手、そうです、うん、じゃあ続いては、はい、ダウンのお兄さん、この方。あ、誰だっけ。あ、ちょっと、あ、青髪のお兄さんがお前マジかみたいな。忘れた。忘れた。嘘、誰だろう。忘れた。え、
ど忘れ、名前見てないからな。考えてください。出ない。あいつサッカー好きなのにどっか行った。もう一人がサッカー経験者なんです。もう一人がサッカー経験者。いや、お二人答えてください。お二人の力で。どうした、忘れました。どの方、誰だろう。しょうがない、正解言いますね。鎌田大地選手です。あ、名前めっちゃいるわ。名前ね、鎌田って、ね、よく言われてましたけど。はい、難しいですよね。ちょっと、はい、じゃあこの方、はい、吉田麻也選手、キャプテン。そうです。じゃあ最後ちょっと難しくいきますか、うん、はい、この方。難しいって誰だろう。この方、この方、この丸い髪型。丸い髪型。歌うまい人ですか。歌うまい人ですよね。歌うまい人。誰を出してる。カラオケの。カラオケの。カラオケの人。そう、ま、じゃない。違う。歌うまい。歌うまい。カラオケの番組に出てません。カラオケの番組出てる。え？正解です。素晴らしい。誰？これはね。明石家さんまさんのモノマネで有名なホイケンタさんです。なんで意味がわからない。なんでこれがですね、森保監督と非常に顔が似てるということで、はい、森保はじめ監督。引っ掛け問題だったの。引っ掛け問題でした。似てるか言われてみれば。全く引っ掛からなかったですね。即答で森保監督というかと思いきや。そうなんです。ホイケンタさんの真似してるからややこしい。すごいですね。かなりサッカーの知識もありますね。ただ鎌田選手答えられなかったので、やっぱり知識と熱意をここから合わせてクロアチア戦にね、臨んでいっていきましょうよ。ちょっと似てるわ。鎌田選手覚えました。はい、堀健太さんも覚えましたね。はい、なんかさ、そのフリップで何かやるんだろうなと思ってたけどさ、まさか堀健太とは思わなかった。いや、森保監督とね、さんも来るからややこしいんだよな。ちょっと似てるっていうのは今ね、じわじわと水面下でね話題になってるんですが、じゃあお二人最後、クロアチア戦日本スコア予想、結果予想してください。ズバリ何でしょう。 1-0 日本で。 1-0 日本、はい、いいですね、期待したい。2点いっときましょう。 2-1 で。 2-1、 誰が決めますか。誰ですか。いや、もう期待してる堂安さん。堂安選手、はい、田中選手ですかね。田中青君。青君、わかりました。ありがとうございます。じゃあクロアチア戦楽しみましょう。いや、はい、いいね。東京いつまで。あ、もう今日夜帰ります。今日夜帰ります。弾丸旅行、ありがとうございます。今日夜帰るの。貴重なお時間、今日夜帰る。気をつけてよ。気をつけてください。うん、すごいね。いや、いいですね。皆さん、ホイケンタさんと森保さんをね、もう一瞬で見分けられるぐらいサッカー熱を帯びてると、ホイケンタって言ってなかった。いただきました。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京、ナイツのチャキチャキ大放送。相続や遺言、どこに相談したらいいって？それなら NCP グループだよ。年間8000件以上の実績、専門家はどこも同じじゃないよ。まずは無料相談、0120-555583、 555583。相続遺言は NCP グループ。チャキチャキリポート東京潜入大作戦。この時間は毎日新聞社、田島屋、NCP グループ、遺言の窓口、ほか各社の提供でお送りしました。マイケアからのお知らせです。上柳正彦です。ラジオをお聞きの皆さん、新聞の細かい文字が辛い、暗くなってからの運転が、など、年齢を重ねるとそんなお悩みが出てきますよね。でも私は還暦を過ぎましたけれど、新聞や雑誌も隅々まで楽しめています。その秘訣は今日ご紹介するサプリメント、一望百景なんです。この一望百景を飲んだ方の感想もご紹介しましょう。東京都の後藤さん、87歳の方、大先輩。一望百景のおかげで、この年でバードウォッチングという新しい趣味ができました。遠くにいる小さな野鳥だって、パッと見つけられますよ、とのことです。すごいですね。こうしたサプリメントといえば、ブルーベリーが一般的ですが、この一望百景にはブルーベリーが入っていません。使われているのは、沖縄の紅芋なんです。紅芋はもう実の中まで真っ赤っか。この色の濃さが実感の秘密なんですね。それに加えて注目のルテインという成分を 20mg 配合。これ1日の推奨量の3倍以上だというから驚きですよね。
紅芋とルテインのダブルの力が良いと60代以上の方に大好評の一望百景。私もこのダブルの力のおかげでラジオの原稿だってバッチリです。今日も今日とて一望百景、私はこれに決めました。皆さんも一望百景週間始めましょう。一望百景はおよそ1ヶ月分30粒で通常価格1袋税込み1944円、送料税込み275円のところ、初回1世帯1袋に限り丸々1袋500円、サンプルではなく本商品を税込み500円でお届けします。お問い合わせは 0120-541-123 0120-541-123 マイケアまで。お届けや返品などもこちらまでどうぞ。時刻は10時24分です。ここでシューマイの崎陽軒がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の臼井裕子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和トンネルで10キロ、35分です。また右ルートのつぶらのトンネル、故障車は移動しました。13キロ40分。磐越道新潟県内の事故による上下線の通行止め解除され通れるようになっています。首都高速は24時間工事、11号台場線の上り有明と芝浦の間通行止め、1号羽田線の上り空港西付近は左側車線で事故処理中、3キロ25分かかっています。埼玉県内は秩父夜祭りのため秩父神社周辺の国道140号や国道299号線、夜10時ごろまで車両通行止めになっています。警視庁から以上です。警視庁の臼井裕子さんでした。ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は10時52分ごろお伝えします。さらに手軽になった崎陽軒の肉まん、あんまんは朝ごはんにもおやつにも夜食にも袋のままレンジで、だからいつでもあったかおいしい。崎陽軒の肉まん、あんまん、おいしいシウマイ崎陽軒。やっぱり車検はコバック、コバック、車検のコバック。はい、そこみちよです。鳥仙週末ショッピング情報です。旬の鍋物食材を大提供、ごちそう鍋グランプリセール開催中。日曜はお肉のびっくり市開催。安全です、新鮮です、トリセン。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、7代目自転車名人の私石井正則と引田聡が番組のハンドリングを務めます。健康や美容にもってこい、手軽で経済的、何より乗ってて楽しい、そんな自転車を身近に感じていただくひととき、日曜夜6時30分から。ねえ先生、好きって10回言って。それ10回クイズでしょ。いいから。じゃあ好き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 。僕も先生好き。え、もう思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。すると川上からどんぶらこどんぶらこ。どんぶらこって何？桃が流れてくる音だよ。じゃあかぼちゃは？こ、天ぷらこ天ぷらこかな。鳥は？唐揚げこ唐揚げこ。パパおやすみ。置いてかないで。頑張るあなたを応援します。 GMO クリック証券。毎日体の痛みが気になってもやもやする皆さん、同じような痛みを抱えた方からこんなお声が届いています。腰が痛くて家にこもりがち。買い物袋持つのも辛い。痛くて孫を抱っこすることもできない。そんな時、通産棟と出会いました。今は皆さん、毎日を笑顔で楽しんでいます。ラジオの前のあなたも、痛みを諦めず、始めてみませんか？再春館製薬所の通産棟は、神経痛による腰や膝関節の痛みを徐々に緩和する、漢方に学んだ医薬品です。無料の試供薬のお申し込みは 0120-305-305 305-305。 送料無料です。通産棟は指定第2類医薬品です。
使用上の注意をよく読んでお使いください。毎週日曜夜8時から放送のパラビプレゼンツ石橋貴明のゲートセブン、野球のありとあらゆる話を毎回テーマを設けて石橋貴明さんが深掘り、動画配信サービスパラビでも配信中です。日曜夜8時は石橋貴明のゲートセブン、ぜひ聞いてください。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、今日のメールテーマは起きたらびっくりです。はい、たくさんいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。小生さんですね。娘が2歳の時に嫁と3人で川の字になって寝ていたある日の夜のことです。私は車を運転している最中、猛烈な尿意を催してサービスエリアに入ってトイレにダッシュするという夢を見ました。危機を脱し極楽気分となりましたが、朝目が覚めたら非常事態になっていました。30数年ぶりにおねしょをしていた。こんな姿家族に見られたら大変や、事態に焦った私は、とっさに一芝居を打って出ました。まだ起きていない嫁に、髪がすごいボサボサやからちょっとシャンプーするわと言って、風呂に飛び込み、上ではなく下をシャンプー、濡れた下着は洗濯機の下の方に隠すよう埋め込んでカモフラージュ、そして布団が濡れていたので、そうだよ、布団だよ、まだ寝ている娘をこっそりその上に移動させる極悪親父、娘が寝ぼけている隙をついてお漏らししたからパンツ変えるよと言って、濡れていない娘のパンツを速攻で履き替え洗濯機に突っ込む私、今度から気をつけようなと言って頭を撫でてやる優しい父親のふりをする私、嫁にもこういうこともあるけど怒ってやるなよと抜け目なく釘を刺す私、ひどいやつだ。朝起きたら大ピンチになっていましたが、バレずに済みました。懺悔します。お嬢さん、家族よ、申し訳ない。はあ、まあね、成立しちゃった。完全犯罪だこれは。はあ、お子さん小さくてよかったですね。まだね、ちっちゃい子だったらね。そうだね、おむつしてなかったのかね。うん、やっぱり夜のね、夢はあるよね。そうなんですか。気をつけないとね。夢でそのまましちゃうってことあるか。うん、なんかでもすごくリアルだね、車を運転してる時にサービスエリアに入ってトイレにダッシュするという夢で、目が覚めたら名所か。熟睡してたんですね。本当だね、疲れてたのかもしれない。ねえ、いや焦るよな。そうだね、これは自分の身に起きたらと考えるとちょっとね、いやヒヤッとするね。子供が何歳だっけ。2歳。2歳。うん、あ、だから、うん、もうちょっと大きくなってくるとそういうのも通用しないし、でもその代わり お父さんがおねしょしたっていうのバレたら、ちょっとなんか一生いじられるんじゃないかっていう恐怖もあるよ ね。子供がちょっと大きくなってくると、うん、2歳だったらまあ覚えてないかもしれないけどな。もう俺はバレたからね。もうね、2回漏らしてるから。あ、そうですか。うん、ダイをね、もう分かってるからね。ダイはもう話か違うからね。ちょっとそのおねしょと違うからね、寝てる間にとかじゃないでしょ。だって車の中でとか、夢じゃなくて車の中でしょ。そう、もうサービスエリア間に合わないっていう現実でやってるわけじゃん。ダイが漏らした時っていうのは意外に早く走れないから、遅く階段登るんですよ。それでバレるんですよ。あ、こいつ漏らしてんなっていう。遅すぎる、音がしないっていうのでバレる。いやー、これはねしょうがない、ね、そういうことありますよ、ね、朝起きたらびっくりですね。はい、S403 です。コロナ禍に伴い電車通勤を車通勤に変え2年ほどが経ちました、そんな私の起きたらびっくり、それは毎朝出勤しようと運転席に座ると若干ルームミラーの角度が変わっているの。怖い。朝乗って角度を調節して、帰りは特に気にならずにそのままをキープ、そして翌朝にまた気になり調節するといったことを日々繰り返しているのです。かっこ車は2017年製なのでそこまで古いとは言えません、夜中に何者かがルームミラーの角度を少しだけ変えているんですかね。いずれにしてもこの原因不明の現象に毎朝びっくりさせる。あ、まだ分かんない。なんだろう、なんだろう、分かんないね。まあ、そう、車が古かったら寝てる間に少しこう、ね、落ちてくるみたいな。それもでもなかなかないよね。だってそんな落ちてくる車の人は危ないじゃん。危ない。
どれくらい角度が変わってるんだろう ね。猫ちゃんが忍び込んでルームミラーで、ルームミラーの角度だけ変える猫いないでしょ、ね、どういうことだろう ね。緩くなっちゃってるのかな。朝と夜で身長ってちょっと変わるっていうじゃないですか。だからそれで結構な変動のある方とか数センチ違うとか、これすごいね。朝起きたらいつもシャンとしてるけど、でも視点が変わってるってことか。なんかこう座った時に、うん、なんか気になってやる時あるよね。なんでだろうね、あれ、まあ、たまに気になる時は、うん、あるそうですか。でも不思議な現象だね。なんかこれってもう完全に決まるってなかなか難しいもんね。ああいうのってシートの位置とかもそうだけど、そうふとあれやっぱなんかいつも使ってるけどこれ高いなって思う時とかない、うん、なんかね、なんでいつもやなのに今日高いなって思う時あるよね。それがでも毎朝っていう、朝起きてじゃあもうびっくりしないだろそんなに。毎朝だったら毎朝調整するっていうルーティンになってるだけだもん。ルーティンになってるだけだから、面白い、ね。カズピーさんです、はい、朝起きたら枕に血のりのようなどす黒いものがべったりついていました。何怖い。どうやら寝ぼけてチョコを食べ、そのかけらを枕に置いたまま眠って、顔で潰してチョコが適当に溶けたようです。赤ちゃんじゃん。見た瞬間血の毛が引きましたよ。まず虫歯にもなりそうだしね。寝てる間にチョコなんて、うん、もう本当に危なすぎる。これはだから誰も怒ってくれない子供とかがやるやつだよね。リビングとかだったらわかるけどさ、うん、布団で寝る前にさチョコ食うやついないだろ、普通に香りで起きそうですしね。甘い香りで、ね、よく寝れるよねチョコレートとか、それが不思議だわ。へえ、焦るだろうね。幸せなのかもしれないけどね、それが確かに。この人にとってもう一番、寝ながらチョコ食べるのがもう一番幸せなのかもしれない。でも血のりみたいになるか、ちょっとこうなんか固まった茶色くなった血みたいな感じに見えるのか、かさぶたみたいな ね。焦るよね、確かにこれ何だろうって、うん、自分で別に持ち込んでるチョコだからね、うん、焦るって言うけど、よく寝て忘れて特定しましたね。そうだね、どうやら寝てるうちにチョコだって。ちょっと嗅いだら甘かったんじゃない。なんかたまにもうあの嗅いでてさ、うん、超血出てる時にあんまり気づかない時ない、うん、ありますね。年々それなんか年々なんだ、なんかこう乾燥してくるとな、そういうのあるからね。すっげえ血出てるみたいなさ書いてある、うん、そうなんです、うん、心配、痛点がなくなってきてちょっと痛覚。でも気持ちいいから書くんでしょ。うん、気持ちいいから書くけどね、うん、気が付いたら出血してるんですか。痛点はない、うん、気が付いたらもう血だらけ。本当ですか。痛点とかあのあれがないのかな、うんちが出る時の点。人より鈍くなってるからやばいな。そこの違和感がもうね感じなくなってる。ないのかもしれない。何点って言って書いてみる。知らないと思いますよ。弁天様。はい、弁天様だって。面白いこと言いますね。すみません、弁天様に謝らないと申し訳ありませんでした。なんて罰当たりな。すみません。今日のテーマは起きたらびっくりです、はい、メールアドレスチャキアットマーク tbs.co.jp までお寄せください。メッセージを紹介した方にはステッカーをプレゼントします。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。 TBS ラジオ主催みんなで作る復興コンサート2023サポーテッドバイ日立物流ロジスティード、仙台フィルと森山良子が夢の共演。3月4日土曜日、宮城県石巻マルホン巻アートテラスで開催。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオイベントページをチェック。週末や祝日に東名をご利用の方へ、リニューアル工事の実施に伴い下り線大井松田から御殿場インター間と沼津から清水ジャンクション間で激しい渋滞が予想されます。小田原厚木道路から新東名への迂回にご協力をお願いします。ネクスコ中日本。寝坊した。寝癖もひどいし早く顔洗って支度しないと。早くドライヤーしなくちゃ。危ない。ちょっと待って。濡れた手でプラグをコンセントに挿すのは危険です。電気は正しく安全に使用しましょう。関東電気保安協会。生島ひろしです。月曜から金曜朝5時からおはよう定食、5時半からおはよう一直線。知っておきたい朝一番のニュースや健康情報など元気いっぱいにお送りしております。朝のエナジーチャージはおはよう定食一直線で、プレゼント企画もありますよ。ぜひぜひ聞いてください。
おはよう定食一直線。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は寒いお風呂場を素早くポカポカにしてくれる人感センサー付きグラファイトヒーター、浴室換気乾燥暖房機をお買い得価格でご紹介します。寒いこの時期の楽しみといえば暖かいお風呂ではないでしょうか、はい、気持ちいいですよね。一方で冬は浴室での事故が急増する季節なんです。暖かい部屋から寒い脱衣所や浴室で、そこから急に熱い湯船に入ると、その温度差で急激に血圧が上下するヒートショックの症状を起こし倒れてしまうことがあるんです。実際にヒートショックなどが原因で入浴中に亡くなる人は推定で年間1万9000人以上と言われています。去年の交通事故による死者の実に7倍以上で、高齢者が自宅で亡くなる原因の3分の1を占めているというんですね。いいですね、交通事故の7倍以上、防げるなら防ぎたいですよね。そう、防げるものですからね。さあ、そこでヒートショック対策としておすすめなのが、寒い浴室を入浴前に温めて快適な温度にしてくれる人気の浴室換気乾燥暖房機です。この浴室暖房は後から取り付けるのは大変と思われている方、こちらは大掛かりなリフォーム工事は必要ないんです、換気扇や通風口があれば2時間程度でお取り付けします。そんなすぐ、いいですね、2時間でできちゃうんだ。もうお風呂の中ありますよね、多分大体換気扇とか ね、こういう、さあ、そしてですね、1台8役の多機能タイプなども人気の理由なんです。まずは冬に欠かせない予備暖房、入浴前に温風で浴室全体を温めて温度差を解消、浴室をポカポカに温めて肌寒さを防いでくれます。そして次に入浴暖房です。入浴暖房、立ち上がりが早く一瞬で暖かくなるグラファイトヒーターを搭載、体を洗っている時も肌寒さを感じません、しかも遠赤外線効果で体を芯から温めますので、湯冷めもしにくいんです。いいですね。いいね。あ、今スイッチ入れていただいて、暖かい、暖かい、一瞬で暖かいなんかあのお湯がすぐ出ないね、シャワーの時とか、あるじゃないですか、こういうのあると便利ですよね。もう本当にこれはお風呂に入れたらいいね、瞬時にねポカポカになりますね。大事だよこれは。そして浴室への人の出入りを感知し、自動で電源をオンオフに切り替える人感センサーがついていますので、消し忘れの心配もなく経済的なんです。そして浴室乾燥機能、失礼しました、そして衣類乾燥機能で浴室が乾燥室になります。3kg の洗濯物が2時間半で半乾きの匂いもなくパリッと乾きます、素晴らしい。こちら冬場だけでなく花粉シーズンや梅雨時も活躍しますよね。いいですね、最高ですね。お洋服も乾くし、浴室も乾くからカビも生えにくいってことね。そうなんですよ、他にもカビの繁殖を抑える強力換気に24時間換気、そして夏場は浴室に涼しい風を送る涼風機能と、まさに一年中活躍します。素晴らしい、換気扇や通風口の位置に応じて天井用と壁用をご用意しています、一戸建て集合住宅ともにつけられます。もちろん防水仕様になっています、品薄状態が続いて原材料費が高騰する中、値上がり前に商品を確保したのでお値段据え置きのお買い得価格が実現しました、人感センサー付きグラファイトヒーター浴室換気乾燥暖房機はメーカー希望小売価格税込み14万8000円のところ8万9980円です。すごい。しかも3万円ほどかかることもある標準工事費も込みで8万9980円ですから、これはお買い得になっています。特典として通常1年の保証を無料で5年に長期延長、さらに衣類乾燥に便利な5500円相当の浴室物干し、浴室用物干しパイプもお付けします。なお先着50台に限り12月8日までのお申し込みで年内にお取り付けします、今お使いの浴室暖房機からのお取り替えも受けたまわりますのでお気軽にご相談ください、代金は工事終了後に頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。
インターネットからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングと検索してください。 TBS ラジオショッピングでした。ではここで一曲お聴きください。桑田佳祐、平和の街。10年以前にこれらのサービスを利用した方は、返済時に余分にお金を返している可能性が出てきました。法律の改正によって、現在多くの方々に随時返金が行われています。少しでも心当たりのある方は、電話でご確認ください。代表は法務大臣認定司法書士の杉山和穂。0120-316-571、316-571、316-571、司法書士法人杉山事務所。時刻は10時47分です。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの近藤義則さん、お願いします。はい、お伝えします。ロシアへの追加制裁として、ロシア産原油の上限価格を1バレル60ドルとすることで、G7 先進7カ国と EU、ヨーロッパ連合、それにオーストラリアが合意しました。生産を維持できる価格水準を保ちつつ、ロシアの主な収入源に打撃を与えて、ウクライナと戦う費用の調達を妨げることが狙いで、今月5日以降に導入されます。新たな制裁は上限価格を上回るロシア産原油の海上輸送に関する保険や海運、融資などを認めない仕組みになっています。アメリカ財務省は G7 を拠点とする企業が世界の海上輸送保険の9割を手掛けているとして、制裁に参加しない国にも効果が及ぶことを目指していると説明しています。それから7年前、東京表参道の高級宝石店で貴金属1億600万円相当が奪われた事件で、国際手配されていたイギリス国籍の男3人の身柄が拘束されたことが分かりました。この事件は2015年11月20日の夜、渋谷区神宮前4丁目にある表参道ヒルズ内の高級宝石店ハリー・ウィンストンで、客を装った3人が警備員を殴ってショーケースを壊し、指輪など46点を奪ったというもので、3人とも2日後には出国していて、警視庁が国際刑事警察機構を通じて手配していました。今イギリスで3人を日本へ引き渡すかどうか審理しているということです。それから横浜市瀬谷区にある公園で性別不明の乳児の遺体が見つかりました。乳児の遺体が見つかったのは昨日午後3時半頃です。横浜市瀬谷区アクア東4丁目にある公園の敷地の中で、乳児はその場で死亡が確認されました。警察は捜査に支障があるとして、通報した人と通報内容について詳細を明らかにしていませんが、死体遺棄の疑いで周辺の防犯カメラの映像を分析したり、聞き込みを進めるなどして乳児を遺棄した人物の特定を急いでいます。現場は相鉄本線希望が丘駅から南西に2キロほど離れた住宅街の一角にある公園です。それから昨夜、横浜市の東急東横線横浜駅でホーム近くの線路脇から出た火は1時間半ほどで消し止められて、駅にいた客も地上に避難し、怪我人はいませんでしたが、原因は
線路を切り替えるポイント付近から出る火花が周囲の埃に引火したためと見られています。この火事で東横線は菊名駅から横浜駅の間と、みなとみらい線の横浜駅から元町中華街駅の間の上下線で一時運転を見合わせました。合わせて55本が運休し、およそ1万4000人に影響しました。ニュース以上です。ありがとうございました。ニュースデスクの近藤義則さんでした。 TBS ラジオ公演、サックスプレイヤー熊谷俊ジャズコンサート、ビバップエクスプレス2022、12月16日有楽町アイマショーで開催。最高峰の環境で培われた本場アメリカンジャズをぜひ劇場でお聴きください。チケット好評販売中。詳しくは熊谷旬で検索。長野、新潟エリアで美味しいエリア拡大中。おすすめ美味しい味噌ラーメン食べてみて。時刻は10時51分です。ここでエビせんべいの里御殿場店がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の薄井ひろ子さん、お願いします。はい、東名高速の下りは大和トンネルで10キロ、また下り線右ルートのつぶらのトンネルで13キロ、どちらも30分です。千葉の京葉道路は下り船橋で2キロ、東京湾アクアラインの下り海ほたるパーキングで断続6キロ、それぞれ10分前後です。首都高速は24時間工事の影響、11号台場線の上り有明と芝浦の間通行止めになっています。上り台場の入り口もこのため使えません。この工事は明日の朝7時頃までの予定。1号羽田線の上り空港西付近の事故処理終わりました。埼玉県内国道122号の下り川口市の里、トラック2台の事故、一車線規制で渋滞出始め、警視庁から以上です。薄井ひろ子さん、ありがとうございました。次の TBS ラジオ交通情報は11時27分頃お伝えします。えびせんべいの里は御殿場インターから車で1分、1階は試食ができる販売コーナーと女性に嬉しいパウダーコーナー、無料のドリンクコーナーもあります。2階では富士山を眺めながらゆったり休憩、土日はおせんべい作り体験も。えびせんべいの里御殿場店にぜひお越しください。時刻は10時53分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、ここで富士霊園がお送りする天気予報です。気象予報士の池田沙耶香さん、日差しはあるんですが寒そうですね。そうですね、赤坂やっと晴れてきたんですけど、はい、まだ一桁なんですよね、気温が。そうなんだ。この後まだ曇ってるところも少しずつ雲取れてきて、午後は晴れるところが多そうなんですけれど、最高気温は南部北部ともに13度前後、まあ日向でもちょっとひんやりという感じですかね。で明日も晴れるんですけど、明日はもう少し気温が上がりそうです、最高気温は17度前後、暖かくなってね、はい、日差しの下ではちょっとぬくもり感じられそうですね。ただ明日も朝は今朝と同じぐらい冷えそうなので、やっぱり朝の冷え込みに要注意ですね。朝の冷え込み、ちょっと結露とかし始めるくらいかもしれないので、明日昼間窓開けて換気しておくといいかもしれません。わかりました。つまり日本対クロアチアは何対何？こんなテンションで聞いてる。じゃあ2対1で勝つってことにしよう。分かりました。ありがとうございます。2対1すごいですね。ありがとうございます。気象予報士の池田沙耶香さんでした。思いは遠に、富士山を望む公園墓地富士霊園、永代使用権付きの完成墓所、スタンダードプランは1区画3平方メートル税込み210万円から。富士霊園で検索を。ロピアは同じ商品ならより安く、ロピアは同じ価格ならより良いものを、楽しく感動できるスーパーロピア。
時刻は10時55分です。 TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、今日のメールテーマ、起きたらびっくり。起きたらびっくり、はい、スルガビーコさん、はい、その時私は電気をつけたまま寝ていたのですが、何か怪しい気配を感じ、うん、起きたら黒いものがぐるぐる部屋の天井を回っていたのです。怖い。ぐるぐる回るそのものを見ていたら、目が回って気分が悪くなってしまいました。それはどこからか迷い込んだコウモリでした。びっくりした。寝室に、うん、寝室に迷い込んだ。わあ、怖い怖い怖い。怖、音も結構しそうですもんね。ねやっぱりコウモリも怖かっただろうけどね。どうして入ってきちゃったんだ。あのなんか天井裏の屋根から入ってきちゃったんじゃないの。あ、通気口とかから、そういうところじゃないのかな、わかんないけど、普通のマンションとかの多分コウモリが入ることないでしょ。ないよね、うん、帰れたのかな、コウモリ。そうね、後日談が気になります ね、 ね、コウモリってなかなか、コウモリは怖いですねびっくりだわ。だってあの逆さにつるつるってでも怖いけどね、朝起きたらそうだね、怖い怖い、あのよくある ね、 ね、天井からぶら下がってるってやつね。怖いよな、黒っていうのがインパクトありますからね。そうだね、カラスとかね、強烈ですよ、うん、怖い怖い。ね、うん、これじゃあラジオネームコロコロコロスケさん、コロスケさん、朝隣の部屋の妹の叫び声で起こされました、うん、慌てて妹の部屋の引き戸を開けると、ベッドの周りには鳥の羽が敷き詰められているのです。怖い。我が家の飼い猫クーが捕獲した鳩を自慢したくていつも寝ている妹の部屋まで持ち込んだようです。びっくりして動けない妹の隣には自慢げな顔でドンと寝っ転がっているクーがいます。農家の飼い猫のためネズミを捕獲するようしつけられているので怒るに怒られません。いつもならネズミやヘビを捕獲しては縁側の廊下に置きっぱなしにするのですが、大物だったためいつも可愛がってくれる妹に褒めてほしかったんでしょう。ただ僕がそれ以上にびっくりしたのは妹の正気を失ったような、ゾンビのような顔の色。いやー、なるほど ね、うん、びっくりしただろうな。飼い猫はそうなんだ、なんかこう店に来るって言いますよね。あ、獲物を取ったら店に来る。はあ、なるほど、ね、あとプレゼントしに来たりとか、うん、プレゼントなんだ。あ、そうなんだ、ね、へえ、あ、ネズミとかも例えば、うん、大物ね。いやでもさ、あ、起きた時に起きた時に枕元はなんか野外とかキャンプとかだったら分かるけどね、室内のやつはちょっとゾッとするけどな。そうだね、まあ、日本とか特にね、はい、そういうねとこなんで、海外とかだったら別にそんな不思議な攻撃じゃないのかもしれないね。ああいう、そうなのかな、うん、なんか割とこう、まあ話しがいじゃないけど、なんかそう、アマゾンとかさアマゾン、アマゾンだったらハトじゃびっくりしないでしょ。びっくりしないでしょ。猫じゃなくてアマゾンで寝てたでしょうね、その時点で怖いわ。さあこの後10時からゲストコーナー、はい、原口あきまささん登場、リスナーのそこそこ不幸な話聞いてきます、楽しみに。オートバックス、カー用品販売店ナンバーワンのオートバックスはタイヤが安い。新商品の軽自動車用国産スタッドレスタイヤが4本税込14,800円から、5セット限りお早めに。各メーカーの商品もお任せください。冬セールは11日まで。桂宮治です。 TBS ラジオをお聞きの企業の宣伝担当の皆さん、 TBS ラジオ営業サイトって知ってますか？ラジオ CM の料金や番組企画、SNS や動画を使った企画まで無料でご覧いただけます。僕の番組、桂宮治でございますの企画書もありますよ。TBS ラジオ営業で検索してください。喉に違和感があったら、喉直接潤う、龍角散ダイレクト。第三類医薬品です。5本といえば、龍角散が11時をお知らせします。ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送。TBS ラジオ土曜ワイドラジオ東京ナイツのチャキチャキ大放送、
ここからゲストコーナー、うん、東京よもやま話。今日のゲストは、はい、原口あきまささんです。どうも、ほいけんたです。ほいけんたですね。ややこしい。森安さんに似てると。森安さんに似てる。ほいけんたさんの後に原口あきまささん。ややこしい。何かの共通点がありますけどね。ありますけどね。お互いさんまさんの真似をしているということですね。サッカーワールドカップのなんかこの人のモノマネみたいのっていうのはモノマネ芸人の人から。でも森安監督の熱いとこは真似しやすいですよね。あ、そうです。我々が一生懸命あの頑張ってきたんで、国民の皆さんと本当に戦ってきたと思います。本当にありがとうございます。似てる。似てますね。すごい。あのやっぱもうね、スタジアムのね、うん、風の中で声大きくなっちゃうっていう、そう、あれいいですよね。あれいいですね。そう、エンジン組んだ時とかね。よし、今日は1-1やって、明日から切り替えるよ、よし頑張ろう。めちゃくちゃできてんじゃないですか。もうあれいいですよ、あれいいですね。あれいいです。最高。やってました。ほいけんたさんより先にやってるかもしれない。それはもう俺は許せない。平太ちゃんが、うん、吉田真由とかつってやってたな。どうしますか、このマネブルーに入ってました。どうしますか、あいつは。本当に思わずリツイートしちゃったよ俺。あ、リツイート。優しい。平太先輩、あの野郎。いや、俺は本当にね、ね、あのなんかもうツイッターとかでラーメン屋のことばっかり言ってるから、うんうん、もうお前ネタをね、うん、なんとかこう作れよっつって、うんうん、ね、うん、ネタ出してんのかっつったら、うんうん、今仕込んでるのはあご、うん、出しっつって、うん、なスープの話だし。いや、まだ俺顎の真似で、顎出しだから、顎の違う真似を仕込んどけって話なのに、顎出しスープの話で、もうとうとう魂がもうラーメン屋さん、ラーメンの方に両足突っ込んでますね。そう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 、もう行っちゃってるから。行っちゃってますけどね。さあね、はい、皆さんご存知かと思いますが、改めて原口さんのプロフィールをご紹介します。はいはい、うん、原口さんは福岡県出身の47歳です。うん、高校卒業後、東京アナウンス学院。そうです。お笑いタレント科に入学。はい、土田輝之さんは学校の先輩、そして花輪さんのお兄さんは後輩にあたる。そうなんです、ね。98年、ラ・パニックのツッコミ役としてデビューしました。チャムズンじゃなくて、この後チャムズン、ね。あ、この後チャムズン、ね、最初はラ・パニックだった。そうそうそう、潜在写真はチャムズンからなの。あ、チャムズンから。ラ・パニックの活動は、俺も久しぶり聞いたな、ラ・パニック。ラ・パニックです。うん、そうそう、まだ父ファミリーと出会う前ですよ。出会う前。そうだよね、お前。原口さんの名を一躍有名にしたのは明石家さんまさんのモノマネです。タモリさんに扮した、コージ富田さんとの活動で大ブレイク。モノマネのレパートリーはとても幅広く、芸人やアーティストなど200人以上、モノマネ界のエースとして活躍されています。もともとだから、モノマネ一本というよりは、僕が記憶にあるのは、うん、チャムズンっていう、うん、あのコンビの時の原口さんで、うちの、あの兄貴がすごくお世話になってるっていうぐらいから記憶で、20年ぐらい、もう20年以上前ですけど、そうね。だから本当にコンビで漫才とかコントやって、うん、はい、でやっぱり馬が合わないと、うんうん、方向性の違いで解散したんだけども、うんうん、ピンになって何やろうかってモノマネをね始めたの。モノマネ一本になんかこうしていく、なんかと、なんかきっかけとかもあったんですか、うん、その、モノマネやり始めたって言っても最初は、なんかあれじゃないですか。そう、なんかあの、また相方を見つけるのもめんどくさくなっちゃって、はい、なんか心を開けれる相方を探すのって難しいじゃない、また一から。まあそうですね。学生時代同級生なわけじゃないから。からもうピンでやるしかねえかなと思って、はい、ね、ピンでネタを作るってなった時に、俺、そんな、どういうネタ作っていいか分かんなかったから、うん、もう見本が花輪しかなかったからさ、その時。花輪はまだね、今はね、ベースで歌ってるけど、はい、昔はもう一人コントやってたから、はい、ちょっとぶっ飛んだやつ。はいはいはい、でも俺、それ真似できないから、はい、なんかねえかなと思ってんな、うん、学生時代とかモノマネとかやってたから。うん、で、コンビ時代も、うん、ライブのエンディングとかで告知ある人、つって、うん、ライブの告知じゃなくモノマネをね、はい、やるっていう、そこで、うん、そういうボケとかもしてたから、あ、モノマネちょっとやってみようかな、つって、うん、モノマネのオーディション受け行くのよ。うん、ファファと、はい。ほんなら、変な感じで、こう、ネタは作れるからさ、いろいろパッケージのネタは作れるからさ、ね、その、ネタがなんか、その、新しかったのかわかんないけど、うん、まあ、興味示してくれて、なんか、モノマネ番組に出させてもらったりとか、あ、なるほど、そういう流れで、なんかもう、こんなに本業になると思ってなかったけど、ああ、そうだったんですね。そうなんだ、そうなんだ。こんなに本業になると思ってなかった。思ってなかった、思ってなかった。みんな、土田さんなんかも、いや、楽屋レベルだったよな、つって。楽屋で、そうそう、モノマネで盛り上げてくれるレベルだったよな、って話してて。こんなに、モノマネ。エンディング時とかにやるモノマネは、先輩芸人のモノマネとかやってたんですか、うん、そう、そういう。うん、もうその時、あの、タカさんとか、それこそ。トンネルさんのモノマネはもう長かったからね。それは、ね、じゃあ昔からやってたんですか、タカさんの。あ、狙ってたやつ。はい、明日、皆さんのおかげです。見てください。あ、終わってましたね。途中。そういうやつとか。すげえ。だからもう昔から、そう。本当に、うまかったんですね。そうそう。そういうのは。あ、明日、TBS ラジオ。
聞いてください。ロシアさん、石橋貴明。ありがとうございます。ゲートセブン。ゲートセブン。聞いてください。村神様やりましたね。やりました。タカさん見に住ましたもんね、神宮。そう。何度も。行ってた。いや、こう、流行語大賞になっちゃって。なっちゃって。村神様。これ、びっくりしちゃった。本当に。純さんが見てますよ、純さんもいつも。弱っちゃったな。高田純次さんだ。もう何が面白くて、どこ行ったかも忘れちゃった。あ、自己紹介、どうも、ジョニー・デップです。違うか。やっぱ冬、ね、冬は暇なんですか田舎さんは。怖いなぁ、怖いなぁ。給料明細見るの怖いなぁ。スケジュール帳見るの怖いなぁ。真っ白なんですよね。真っ白なんですよ。間違いなくレイの仕業ですよね。レイの仕業じゃないです、それ。あ、事務所の仕業か。仕業って言わないよ。それはでも、やっぱり、モノマネちょっと、得意な人と、なんか、僕もね、やっぱやりたいんですよね。うん、やりたいんですよ。本当は。モノマネを本当やりたい。やってるじゃん、でもいろいろ、結構、うん。はい。ラジオとかでまあね。はい、内藤高橋さんのモノマネ。どうなんでしたっけ。あら仕上げるこれやってるんです。どうなんか、まあ、この、わかんないですよね、パッケージとかのやり方。好きなんだけどな。はい、パッケージとかもいらないから、そんなの好きなんだよ。勢いでやりやすい。勢いが大事ですよね。大好きやもん。俺だって、さっきの森保監督だって勢いでやったからね。そうっすよね。そうそうそう。まずは勢いが大事。まずは勢い、勇気。モノマネはね、勇気。勇気。なるほど。サッカーと同じなんだ。勇気ですよ、そう。そう教えてくれた日本代表が。俺が決めるぞという。俺が決めるぞっていう、どうはなのセリフね。俺が決めるぞ。俺が俺のコースだと。俺がもう笑いを取るんだ。俺が真似るんだっていう。その気持ちが大事です。メンタルでやったら。森保さんと同じじゃないですか。これ男の子4人いるじゃないですか。サッカーとかってみんな見るんですか。あ、でもこの日本、この間朝起きて、朝だったんで。すごいでしょ、家がパブリックビューイングみたいな感じ。いや、もう本当に。でもうちの子たち野球やってるからさ。あ、そうなんですか。もう丸坊主、サッカーボールがもう目の前に3つ4つあるんだよ。前田大然がいっぱいいるみたいな。かわいい。前に行くな、あ、行っていいのか。いやいや、行かへん、行かへん、テレビから離れろみたいなさ。こんがらがっちゃって本当にもうすごかったね。うわーってなって、でも盛り上がって。でもそのままもう起きとけっつって。学校で、そのまま。行く時間になって。そっかそっかそっか。テンション。大変。激しいよね。毎、だからサッカーある日じゃなくても大変だから毎朝。そうですよ、ね。毎朝プロレスですよ。誰かのかかと落とし、ジャンピングニーパッドで朝起こされる。え、お父さんを？お父さんが、そう、起こされる。おはよう。お父さん、蹴って起こすんですか？蹴って起こす。原口家は。もうだいぶ、三男坊もでかくないで、四男坊と今一緒に寝てるから。うん。嫁ちゃんと、嫁ちゃんが。そうそうそう。あ、原口家。いや、俺と、そう、うん、僕と嫁ちゃんと四男坊が寝てる。四男坊がまだ今、年少でしょ。うん、あ、もうそんな4歳だね。そうなの、4歳なの、うん。結構なかかと落としくんのよ、ガンって。寝相悪いから、寝返り打った時、ボンってくるから。そっと足をこう胸から置いて下にそのまま4の字行ったろうかなと思ってさすがに行けない。もう子供はモノマネとかもやるんですか。モノマネの DNA はあるんですか。モノマネ、モノマネはあんまりやんないけど、でもね、うん、不思議と僕のレパートリーとかじゃなくてね、うん、あのやっぱり中山きんに君とかさ、おお、俳優だから一言でいけるパワーとかやってるよね。勢いよく。あ、ちょっとお笑いは好きなんだよ。そう、だから一応もうお笑いは大好きだから、ね、見てるから。見てる。そうそうそう。そういうのはやる。パワーとか。まさかの筋肉の真似を。ザコシの、シューとか。そう。ああいう方がやりやすいみたいな。ギャグ系なんですね。そう、ギャグ系の方がやりやすいみたいな、ね。子供は、ね。そっか。そうですよね。そう、フレーズとかじゃないから、ね、当たり前じゃねえからな、たまに言うから。加藤さんだね。ギャグじゃないですから、あれ。一番真面目なやつですから。あ、違う。さあ、いきなりちょっとクリスマスっていうのが聞こえてきましたけれども、はい、今日はですね、原口さんをお招きしまして、うん、少し気が早いクリスマスプレゼント企画をお送りいたします。はい、うん、題して、どうやったこれか。そうでしょう。原口さんだのクリスマスプレゼントショー 2022! イエーイ、ちょっと一足早いですけど。原口さんただ。早い。そうなんですよ。あの